それから、夏目漱石。1。誰か、慌ただしく門前をはせけていく足音がしたとき、大助の頭の中には、大きなまな板げたが空から、ぶら下がっていた。けれども、そのまな板げたは、足音の遠のくに従って、すーと頭から抜け出して、消えてしまった。そうして目が覚めた。枕元を見ると、八重の椿が、一輪畳の上に落ちている。大助は、昨夜床の中で、確かに、 この鼻の落ちる音を聞いた彼の耳には、それが、ゴムマリを天井裏から投げつけたほどに響いた。夜が更けて、シリンが静かなせいかとも思ったが、念のため、右の手を、心臓の上に乗せて、あばらの外れに正しく当たる血の音を確かめながら、眠についた。ぼんやりして、庄じ赤ん坊の頭ほどもある大きな花の色を見つめていた彼は、急に思い出したように、見ながら、胸の上に手を当てて、また、 心臓の鼓動を検し始めた。見ながら、胸の脈を聞いてみるのは、彼の近代の癖になっている。動機は、相変わらず落ち着いて、確かに打っていた。彼は、胸に手を当てたまま、この鼓動の下に、温かい紅の血潮の、ゆるく流れる様を想像してみた。これが命であると考えた。自分は、今流れる命を手のひらで押さえているんだと考えた。それから、この手のひらに答える、時計の針に似た響きは、 自分を死に誘うう継承ののようなものであると考えたこの継承を聞くことなしに生きていられたなら、血を盛る袋が時を盛る袋のようを兼ねなかったなら、いかに自分は気楽だろう。いかに自分は絶対に生を味わえるだろう。けれども、大助は覚えずぞっとした。彼は、潮によってうたるる掛け年のない、静かな心臓を想像するに応えぬほどに生きたがる男である。彼は、時々浴びながら、左の乳の下に手を置いて、 もし、このところを、鉄槌で一つ殴されたならと思うことがある。彼は、健全に生きていながら、この生きているという大丈夫な事実を、ほとんど奇跡のごとき行行とのみ自覚し出すことさえある。彼は、心臓から手を離して、枕元の新聞を取り上げた。ヤグの中から両手を出して、大きく左右に開くと、左側に、男が女を切っている絵があった。彼は、すぐ、外のページへ目を移した。そのところには、 学校騒動が、大きな活字で出ている。大助は、しばらく、それを読んでいたが、やがて、けんだるそうな手から、はたりと、新聞を、ヤグの上に落とした。それから、タバコを一本ふかしながら、ご寸ばかり布団をすり出して、畳の上の椿を取って、ひっくり返して、鼻の先へ持ってきた。口と口ひげと鼻の大部分が、全く隠れた。煙は、椿の弁と髄に絡まって漂うほど濃く出た。それを、 白い皮膚の上に置くと立ち上がって風呂場へ行ったそのところで丁寧に歯を磨いた彼は花見の良いのを常にうれしく思っている肌を脱いできれいに胸と咳を摩擦した彼の皮膚には小かな一種の光沢がある紅葉を塗り込んだ後をよく拭き取ったように肩を揺らかしたり腕を上げたりするたびに局所の脂肪が薄くみなぎって見える彼はそれにも満足である 次に黒い髪を分けた。油を塗りけないでも面白いほど自由になる。ひげも髪同様に細くかつうゆいしく、口の上を貧欲を覆うている。大助はそのふっくらした方を両手で両三度なでながら鏡の前庭が顔を映していた。まるで女がゴーシロイをつけるときの手付けと一般であった。実際彼は必要があればゴーシロイさえつけかねぬほどに肉体に矛を置く人である。 彼の最も嫌うのは、羅ンのような骨格と総合で、鏡に向かうたんびに、あんな顔に生まれなくって、まあいいかったと思うくらいである。その代わり人からおしゃれと言われても、何の苦痛も感じえない。それほど、彼は、旧時代の日本を乗り越えている。約30分の後、彼は食卓に着いた。熱い紅茶をすすりながら、ショーパンに牛楽をつけていると、門野という書生が、座敷から新聞を畳んで持ってきた。四つ折りにしたのを、 座布団のそばへ置きながら先生大変なことが始まりましたがと行炭な声で話しかけたこの書生は大助を捕まえては先生と敬語を使う大助もはじめ12度は苦笑して抗議を申し込んだがえへへへだって先生とすぐ先生にしてしまうのでいよえずそのままにしておいたのがいつか習慣になって今ではこの男に限って平気に先生として通している 実際、女性が大輔のような主人を呼ぶには、先生以外に、別段適当な名称がないということを、書生を置いてみて、大介も初めて悟ったのである。学校騒動のことじゃないか、と、大介は、落ち着いた顔をして、ンを送っていた。だって痛快じゃありませんか。校長排斥がですか。ええ、到底辞職もんでしょうと嬉しがっている。校長が辞職でもすれば、君は何か儲かることでもあるんですか。冗談言っちゃ深ません。 そう損得ずくで、がられやしません。大輔はやっぱりパンを食っていた。君、あれは本当に校長が悪くらしくって排斥するのか、他に損得問題があって排斥するのか知ってますかと言いながら、鉄瓶の湯を紅茶茶碗の中へ刺した。知りませんななんですか先生はご存知なんですか僕も知らないさ。知らないけれども、今の人間が得にならないと思って、あんな騒動をやるもんかね ありゃ方便だよ、君。へえそんなもんですかな、と、モンノは、やや真面目な顔をした。大助はそれぎり黙ってしまった。モンノは、これより以上通じない男である。これより以上は、いくら言っても、へえそんなもんですかなでを主導して済ましている。こちらの言うことが答えるのだか、答えないのだか、まるで容量を得ない。大助は、そのところが漠然として、 刺激がいらなくってよいと思って、書生に使っているのである。その代わり、学校へも行かず、勉強もせず、一日ごろごろしている。君、きっと、外国語でも研究しちゃどうだなどということがある。すると、もんのは、いつでも、そうでしょうか、とか、そんなもんでしょうか、とか答えるだけである。決して、ためましょうということは口にしない。また、こう、たいだものでは、そう判然した答えができないのである。 大介のほうでも、モンノを教育士に生まれてきたわけでもないから、高加減にして放っておく。幸い、頭と違って、心配のほうはよく動くので、大介は、そこを大いに重宝がっている。大介ばかりではない、従来からいる婆さんも、モンノのおかげで、この頃は大変助かるようになった。その原因で、婆さんとモンノとはすこぶる仲が良い。主人の留守などには、よく、2人で話をする。先生は、 一体何をななる気んんだろうねおばさんあのくらいになっていらっしゃれば何でもできますよ。心配するがものはない。心配はせんがね。何かためたら良さそうなもんだと思うんだが。まあ、奥様でもおもらいになってからゆるっくりお役でもお探しなさるごつもりなんでしょうよ。いいつもりだな。僕もあんな風に一日本を読んだり、音楽を聴きに行ったりしてくれしていたいな。 本は読まんでもよいがね。ああいう具合に遊んでいた夢い、ね。それは、みんな、前世からの約束だから仕方がない。そんなものかなまずこういう調子である。門野が、大輔のところへ引き移る2週間前には、この若い独身の主人と、この食客との間に、下のような会話があった。君は、どなたの学校へ行ってるんですか元は行きましたがな。今はやめちまいました。元。 どこへ行ったんですどこって方う行きました。しかし、どうも秋っぽいもんだから。時期嫌になるんですかまあ、そうですが。で、大して勉強する考えもないんですかええ、ちょっとありませんな。それに、近頃かの都合があんまり良くないもんですから。家のばあさんはあなたのお母さんを知ってるんだってね。ええ、元、貯金所にいたもんですから。お母さんはやっぱり、 やっぱり、つまらない内職をしているんですが、どうも近頃は不景気で、よまりよくないようです。よくないようですって、君、一緒にいるんじゃないですか。一緒にいることはいますが、つい面倒だから聞いたこともありません。何でもよくこぼしているようです。兄さんは、兄は郵便局のほうへ出ています。家はそれだけですか。まだ弟がいます。これは、銀行の、まあ、 小遣いいに少しし毛の生えた暗ななところなんでしょう。すると遊んでるのは君ばかりじゃないか。まあ、そんなもんですな。それで家にいるときは何をしているんです。まあ、大抵ビていますな。でなければ散歩でもなますかな。外の者がみんな稼いでるのに君ばかりびているのは苦痛じゃないですか。いえ、そうでもありませんな。家庭がよっぽど円満なんですか。別段喧嘩もしませんがな。 妙なもんで。だって、お母さんや兄さんから言ったら、一日も早く君に独立してもらいたいでしょうがね。そうかもしれませんな。君は、よっぽど気楽な性分と見える。それが本当のところなんですか。ええ、別に嘘を吐く了見もありませんな。じゃあ全くののんき屋なんだね。ええ、まあのんき屋っていうもんでしょうか。兄さんは何歳になるんです。こうっと、とって6になりますか。すると、 もう彩君でももらわなくちゃならないでしょう。兄さんの彩君ができても、やっぱり、今のようにしているつもりですか。その時になってみなくっちゃ、自分でも見当がつきませんが、何しろ、どうかなるだろうと思っています。その外に親類はないんですか。おばが一人ありますがな。こいつは、今、浜で運送業をやってます。おばさんがおばが使ってるわけでもないんでしょうが、まあ、おじですな。 そのところへでも頼んで使ってもらっちゃ、どうです。運送業なら大分人がいるでしょう。目がたいだもんですからな。大方断るだろうと思ってるんです。そう辞任していちゃ困る。実は、君のお母さんが、家のばあさんに頼んで、君を、僕の宅へ置いてくれないかという相談があるんですよ。ええ、なんだか、そんなことを言ってました。君自身は、一体どういう気なんです。ええ。 なるべく怠けないようにして、家へ来る方が良いんですか。まあ、そうですが、しかし見て散歩するだけじゃ困る。そりゃ大丈夫です。身体のほうは達者ですから、風呂でもなんでも組みます。風呂は水道があるから、組まないでもいい。じゃ、掃除でもしましょう。もんのは、こういう条件で、大助の所生になったのである。大助は、やがて食事を済まして、タバコをふかし出した。 今まで、茶ンスの陰に、ポツネンと膝を抱えて、柱に寄りがかっていたもんのは、もう良い自分だと思って、また、主人に質問をかけた。先生、今朝は、心臓の具合はどうですかこの間から、大介の癖を知っているので、幾分か茶化した調子である。今日はまだ大丈夫だ。なんだか明日にもきしくなりそうですなどうも、先生見たように、体を気にしちゃ、姉妹には、本当の病気にとっつかれるかもしれませんよ。 もう病気ですよ門野はただへえと言ったぎり、大助の光沢の良い顔色や肉の豊かな肩のあたりを羽織の上から眺めている。大助はこんな場合になると、いつでもこの青年を気の毒に思う。大助から見ると、この青年の頭は牛の脳みそでいっぱい詰まっているとしか考えられないのである。話をすると、平民の通る大通りを繁盛医しかついてこない。たまに横丁へでも曲がると、すぐ迷子になってしまう。 論理の地盤を縦に切り下げた行動などへは、天から足も踏み込めない。彼の神経系に至ってはなおさら粗末である。あたかも荒縄で組み立てられたるかの感が起こる。大輔は、この青年の生活状態を観察して、彼は、筆胸、何のために呼吸を鑑定して存在するかを怪しむことさえある。それでいて、彼は、平気にのらくらしている。しかも、こののらくらをもって、暗に、自分の態度と同一型に属するものと心得て、 ななかなか得意に振るる舞いたがるその上、眼鏡一点張りの肉体を傘に来て、帰って、主人の神経的な局所へ肉薄してくる。自分の神経は、自分に特有なる最地な思索力と、鋭敏な感能性に対して払う租税である。高尚な教育の悲願に起こる反響の苦痛である。転職的に貴族となった法に受ける不分の刑罰である。これ等の犠牲に甘んずればこそ、自分は、今の自分になれた。今、ある時は、 これ等ののの犠牲そのものに、人生の意義をまともに認める場合さえある。門野ノには、そんなことはまるでわからない。門野ノさん、郵便は来ていなかったかね郵便ですか。こーっと。来ていました。し書きと封書が。机の上に置きました。持ってきますか。いや、僕が、彼方へ行ってもいい。歯切れの悪い返事なので、門野ノはもう立ってしまった。そうして、 はしがきという便を持ってきた。はしがきは、今日2時東京に、直ちに表面へ通しく、とりあえず、御法、明日午前会いたし、と、薄積みの走り書の簡単曲るもので、表に、裏神保町の宿屋の名と平尾勝常次郎という差出人の生命が、表と同じ乱暴さ加減で書いてある。もう来たのか、昨日着いたんだな、と、独り言のように言いながら、封書の方を取り上げると、これは親父の首席である。2、3日前帰ってきた。 急ぐ用事でもないが、いろいろ話があるから、この手紙がついたら来てくれろと書いて、あとには、京都の花がまだ早かったの、急行列車がいっぱいで窮屈だったなどという漢文字が通行を連ねてある。大輔は、封書を巻きながら、妙な顔をして、両方を見比べていた。君、電話をかけてくれませんかいえ。はあ、お宅へ。なんてかけます。今日は、約束があって、待ち合わせる人があるから上がれないって。 明日か明後日きっと伺いますからって。はあ。どなたに親父が旅行から帰ってきて、話があるからちょっと来いって言うんだが、何の親父を呼び出さないでもいいから、誰にでもそう言ってくれたまえ。はあ。門野は無造作に出て行った。大助は茶の間から座敷を通って書斎へ帰った。見ると、きれいに掃除ができている。落ち椿も何所かへ吐き出されてしまった。大助は、 花瓶の右手にある組み重ねの書棚の前へ行って、上に載せた重い写真状を取り上げて、立ちながら、金の留め金を外して、一枚二枚とくり始めたが、中頃まで来て、ピタリと手を止めた。そのところには、二十歳くらいの女の半身がある。大輔は、目をうつぶせて、じっと、女の顔を見つめていた。2、着物でも着替えて、こちらから、平岡の宿を訪ねさまかと思っているところへ、折りよく先方からやってきた。車を ガラガラと門前まで乗りつけて、このところだこのところだと、かじ棒を下さした声は、確かに3年前別れたときそっくりである。玄関で、取り継ぎのばあさんを捕まえて、宿へガマ口を忘れてきたから、一寸20銭貸してくれと言ったところなどは、どうしても、学校時代の平岡を思い出さずにはいられない。大助は、玄関まではせけだしていって、手を取らぬばかりに、給油を座敷へあげた。どうした。まあゆっくりするがよい。おや、 椅子だねと言いながら、平岡は、安楽椅子へ、どさりと体を投げかけた。15巻目以上もあろうという我が肉に、3問の価値を置いていないような四五回ほに見えた。それから、椅子の席に坊主頭をこう足して、ちょっと、部屋の中を見回しながら、なかなか、良い家だね。思ったより良いと褒めた。大助は、黙って、巻きたばこ入りの蓋を開けた。それから、以後、同大。どうの、こう乗って。 まあ、いろいろ話すがね。もとは、よく手紙が来たから、様子が分かったが、近頃じゃちっとも寄りさないもんだから。いや、何所もかしこもごぶさたで、と、平岡は、突然メガネを外して、関広の胸から、シワだらけのハンケチを出して、目をパチパチさせながら吹き始めた。学校時代からの禁眼である。大介は、じっと、その様子を眺めていた。僕より君はどうだいと言いながら、細いつるを、耳の後へ絡みつけに。 両手で持って行ってた僕は相変わらずだよ。そう変わらずが一番良いな。あんまり相変わるものだから。そこで、平岡は、八の字を寄せて、庭の模様を眺め出したが、不意に五丁をさらえて、やあ、桜がある。今、歌手役咲きかけたところだね。よほど気候が違うと言った。話の具合がなんだか、ゆえのようにしんみりしない。大介も、少し気の抜けた風に、 向こうはだいぶ暖かいだろうと、助道前の挨拶をした。すると、今度は、むしろ方外に熱した具合で、うん、だいぶ暖かいと力の入った返事があった。あたかも、事故の存在を急に意識して、ハッと思った調子である。大介は、また、平岡の顔を眺めた。平岡は、巻きたばこに火をつけた。そのとき、ばあさんが、ようやく急須に茶を入れて持って出た。 今しがた鉄瓶に水を注してしまったので、二律つるのに暇が入って、つい遅くなってすみませんと言い訳をしながら、洋宅の上へボンを乗せた。二人は、ばあさんのしゃべりてる間、チタンのボンを見て黙っていた。ばあさんは相手にされないので、一人で愛想笑いをして、座敷を出た。ありゃなにだい。ばあさんさ。雇ったんだ。飯を食わなくっちゃならないから。お世辞が良いね。大助は、赤い唇の両端を。 少し、弓なりに、下の方うへ湾げて下げすむように笑った。今まで、こんなところへ奉公したことがないんだから仕方がない。君の家から、誰か連れてくればよしみのに。大勢いるだろう。みんな若いのばかりでね、と、大介は真面目に答えた。平岡は、この時初めて声を出して笑った。若け矢なを結構じゃないか。とにかく、家のやつはよくないよ。あのばあさんの外に誰かいるのかい 書生が1人いる。門野はいつの間にか帰って、台所の方で、ばあさんと話をしていた。それぎりかい。それぎりだ。なぜサイ君はまだもらわないのかい。大いは、心持ち赤い顔をしたが、すぐ、尋常一般の、極めて平凡な調子になった。妻をもらったら、君のところへ通知くらいするはずじゃないか。それよりか君の、と言いかけて、ぴたりとやめた。 大輔と平岡とは中学時代からの知り合いで、ことに学校を卒業してあと、1年間というものは、ほとんど、兄弟のように親しく往来した。その自分は、互いにすべてを打ち明けて、互いに力になり合うようなことを言うのが、互いに娯楽の最もなるものであった。この娯楽が返事て実行となったことも少なくないので、彼らは、相互いのために口にしたすべての言葉には、娯楽どころか、常に一種の犠牲を含んでいると確信していた。そうして その犠牲を即座に払えば、娯楽の性質が、忽然苦痛に変ずるものであるという、陳腐な事実にさえ気がつかずにいた。一年の後、平岡は結婚した。同時に、自分の勤めている銀行の、京阪地方のある支店詰めになった。大助は、いでたちの当時、新夫婦を、新橋の停車場に送って、愉快そうに、ちょっ切って北前と、平岡の手を握った。平岡は仕方がない当分 辛抱するさとだやるように言ったが、そのメガネの裏には、得意の色が羨ましいくらい動いた。それを見たとき、大輔は、急に、この友達を憎らしく思った。家へ帰って、一日部屋へ入ったなり考え込んでいた。兄嫁を連れて音楽会へ行くはずのところを断って、大いに兄嫁に気をもましたくらいである。平岡からは、断絵図恩便があった。安着の橋垣き、向こうで世帯を持った放置、それが済むと、 支店勤務の模様、実行将来の希望、いろいろあった。手紙の来るたびに、大輔はいつも丁寧な返事を出した。不思議なことに、大輔が返事を書くときは、いつでも一種の不安に襲われる。たまには我慢するのが嫌になって、途中で返事をやめてしまうことがある。ただ、平岡の方から、自分の過去の行為に対して、幾分か感謝の意を表してくる場合に限って、やすやすと筆が動いて、比較的なだらかな返事が書けた。 そのうち、だんだん、手紙のやり取りが疎遠になって、月に2辺が、1っになり、1っが、また2月、3月にまたがるように間を置いてくると、今度は手紙を書かない方が、かえって不安になって、何の意味もないのに、ただ、この漢字を駆逐するために、封筒のノリを示すことがあった。それが、半年ばかり続くうちに、大介の頭も胸も、だんだん組織が変わってくるように感じられてきた。この変化に伴って、平岡へは 手紙を書いても書かなくっても、まるで苦痛を覚えないようになってしまった。現に、大輔が1個を構えて以来、約1年余というものは、この春年賀状の交換の時、状情を持って、今の住所を知らしただけである。それでも、ある事情があって、平岡のことは、まるで忘れるわけにはいかなかった。時々思い出す。そうして、今頃は、どうして暮れしているだろうと、いろいろに想像してみることがある。しかしただ思い出すだけで、 別段問い合わせたり聞き合わせたりするほどに気を揉む勇気も必要もなく今日まで過ごしてきたところへ2週間前に突然平岡からの初心が届いたのであるその手紙には近々当地を引き上げて恩地へまかり越すつもりであるただし本店からの命令で栄転の意味を含んだ多動的な身体と思ってくれては困る少し功があって急に職業替えをすべきになったから着用の上は何分よろしく頼むとあったこの 何分よろしく頼むの頼むは、本当の意味の頼むか、または単に事例上の頼むか不明だけれども、平岡の一心上に急激な変化のあったのは争うべからざる事実である。大輔はその時きはっと思った。それで、会うやいないや、この変動の一部始終を聞こうと待ち設けていたのだが、不幸にして話が外れて、容易にそのところへ戻ってこない。折を見てこちらから持ちかけると、まあゆるっくり話すとか、何とか言って、なかなか拉致を開けない。 大助は仕方なしに、姉妹に、久しぶりだから、そのところ、いらで飯でも食おうと言い出した。平岡は、それでも、まだ、いずれゆっくりを繰り返したがるのを、無理に引っ張って、近所の西洋料理へ登った。両人は、そのところでだいぶ飲んだ。飲むことと食うことは昔の通りだねと言ったのが始まりで、固い舌がだんだんたるんできた。大助は、面白そうに、2、3日前自分の館に行った。 ニコライの復活祭の話をした。お祭りが夜の十二時を合図に、世の中の美静まる頃を見計らって始める。参詣人が長い廊下を回って本堂へ帰ってくると、いつの間にか幾千本のろうそくが一度についている。ほうよ北坊主が行列して向こうを通るときに、黒い影が無地の壁へ非常に大きく映る。平岡は頬杖をついて、メガネの奥の二重まぶたを赤くしながら聞いていた。大輔は、 それから、夜の2時ごろ、広い夜なり街道を通って、深夜の鉄器が、暗い中をまっすぐに渡っている上を、たった一人上野の森まで来て、そうして電灯に照らされた花の中に入った。人気のない夜桜は良いもんだよ、と言った。平岡は、黙って杯を干したが、ちょっと、気の毒そうに口元を動かして、良いだろう、僕は、まだ見たことがないが。しかし、そんな真似ができる間は、まだ気楽なんだよ。世の中へ出ると、 なかなかそれどころじゃないと、杏に、相手の無経験を上から見たようなことを言った。大介には、その調子よりも、その返事の内容が、不合理に感じられた。彼は、生活上、世渡りの経験よりも、復活祭当夜の経験の方が、人生によって有意義なものと考えている。そのところで、こんな答えをした。僕は、いわゆるところ、世上の経験ほど具なものはないと思っている。苦痛があるだけじゃないか。 平岡は酔った目を心持ち大きくした。大分考えが違ってきたようだね。けれども、その苦痛が後から薬になるんだって、元は君の自説じゃなかったか。そりゃ、不見識な青年が、流族のことわざに降参して、高加減なことを言っていた自分の自説だ。もう、とっくに撤回しちまった。だって、君だって、もう、大抵世の中へ出なくっちゃなるまい。その時それじゃ困るよ。 世の中へは昔から出ているさ。ことに君と別れてから、大変世の中が広くなったような気がする。ただ、君の出ている世の中とは種類が違うだけだ。そんなことを言って威張ったって、今に降参するだけだよ。無論空に困るようになれば、いつでも降参するさ。しかし、今日に不自由のないものが、何を苦しんで、劣等な経験を生めるものか。インド人が街頭を着て、 冬の来た時の用心をすると同じことだもの。平岡の眉の間に、ちょっと、不快の色がひらめいた。赤い目を据えて、ぷかぷかタバコをふかしている。大助は、ちと言いすぎたと思って、少し調子を穏やかにした。僕の知ったものに、まるで音楽のわからないものがある。学校の教師をして、1軒じゃ飯が食えないもんだから、3軒も4軒も掛けじをやっているが、そりゃ気の毒なもんで、下読みをするのと。 教場へ出て、機械的に口を動かしているより、外に全く暇がない。たまの日曜などは、骨休めと化合して、一日ぐぐびている。だから、難所に音楽界があろうと、どんな名人が外国から来ようと聞きに行く機会がない。つまり、楽という一種の育種、世界には、まるで足を踏み込まないで死んでしまわなくっちゃならない。僕から言わせると、これほど哀れな無経験はないと思う。単に関係した経験は、 切実かもしれないが、要するに劣等だよ。パンを離れ、水を離れた、贅沢な経験をしなくっちゃ、人間の会はない。君は、僕を、まだ坊ちゃんだと考えてるらしいが、僕の住んでいる贅沢な世界では、君より、ずっと年長者のつもりだ。平岡は、巻きたばこの灰を、皿の上にはたきながら、沈んだくらい調子で、うん、いつまでも、そういう世界に住んでいられれば結構さと言った。その重い言葉の足が、 富に対する一種の呪詛を引きずっているように聞こえた。両人は酔って、戸外へ出た。酒の勢いで変な議論をしたものだから、肝心の一心上の話は、まだ、少しも発展せずにいる。少し歩かないか、と、大輔が誘った。平岡も、口ほど忙しくはないと見えて、生返事をしながら、一緒に歩を運んできた。通を曲がって横丁へ出て、なるべく、話のため、良い勘な場所を選んでいくうちに、 いつか糸口がついて、思うあたりへ段柄が落ちた。平岡の言うところによると、不妊の、当時、彼は、事務見習いのため、地方の経済状況を取り調べのため、だいぶ忙しくどいらいてみた。出退得るならば、学理的に、実地の応用を研究しようと思ったくらいであったが、地位がそれほど高くないので、いよえず自分の計画は、計画として、未来の試験用に、頭の中に入れておいた。もっとも、初めのうちは、 色々支店長に検索したこともあるが、支店長は、冷然として、いつも取り合わなかった。難しい理屈などを持ち出すと、はだご機嫌が悪い。青2歳に何が分かるものかというような風をする。そのくせ、自分は、実際何も分かっていないらしい。平岡から見ると、その相手にしないところが、相手にするに足らないからではなくって、むしろ相手にするのが怖いからのように思われたそののところに平岡尺はあった。 衝突しかけたことも一度や二度ではないけれども事実を経過するに従って感触がいつとなく薄らいできて次第に自分の頭が周囲の空気と融和するようになったまたなるべくは融和するように力めたそれにつれて支店長の自分に対する態度もだんだん変わってきた時々は向かうから相談をかけることさえあるすると学校を出たての平岡でないから先方にわからない かつ都合の悪いことは、なるべく言わないようにしておく。むやみに寄せ字を使ったり、ごまをするのとは違うが、と、平岡はわざわざ断った。大介は、真面目な顔をして、そりゃ無論そうだろうと答えた。支店長は、平岡の未来のことにしゅうて、いろいろ心配してくれた。近いうちに本店に帰る番に当たっているから、その時は一緒に来たまえなどと、冗談半分に約束までした。その頃はジムにもなれるし、信用も熱くなるし。 交際も増えるし勉強をする暇が自然となくなって、また、勉強が、かえって実務の法をするように感じられてきた。支店長が、自分に万事を打ち明けるごとく、自分は、自分の部下の席という男を信任して、いろいろと相談相手にしておった。ところが、この男がある芸人と関係って、いつの間にか、会計に穴を開けた。それが暴露したので、本人は無論解雇しなければならないが、ある事情からして、放っておくと、 支店長にまで多少の反が及んできそうだったから、そのところで自分が攻めを引いて辞職を申し出た。平岡の語るところはざっとこうであるが、大輔には彼が支店長から因果を含められて、所欠を職がされたようにも聞こえた。それは平岡の話の末に、会社員なんてものは上になればなるほどうまいことができるものでね。実は、官なんてあればかりの金を使い込んですぐ免職になるのは。 気の毒なくらいなものさという句があったのから押したのである。じゃ、支店長は、一番うまいことをしているわけだね、と、大介が聞いた。あるいはそんなものかもしれないと、平岡は言葉を濁してしまった。それで、その男の使い込んだ金はどうした千に足らない金だったから、僕が出しておいた。よくあったね。君も、だいぶうまいことをしたと見える。平岡は、苦い顔をして、じろりと大介を見た。 うまいことをしたと仮定しても、みんな使ってしまっている。生活にさえ足りないくらいだ。その金は借りたんだよ。そうか、と、大輔は落ち着き払って受けた。大輔は、どんなときでも、平然の調子を失わない男である。そうして、その調子には、低く明らかなうちに、一種の丸みが出ている。支店長から借りて埋めておいた。なぜ支店長が直に そののととか、かかなないう男に貸してやらないのかな平岡は何とも答えなかった。大介も押しては聞かなかった。二人は無言のまま、しばらくの間並んで歩いていった。大介は、平岡が語ったより外に、まだ何かあるにいないと鑑定した。けれども、彼は、もう一歩進んで、ほうまで、その真相を研究するほどの権利をあっていないことを自覚している。また、そんな好奇心を引き起こすには、 実際あまりと開花しすぎていた。20世紀の日本に生息する彼は、30になるかならないのに、すでに NIL ・アドミラリの域に達してしまった。彼の思想は、人間の暗黒面に出会って喫祥するほどの山手ではなかった。彼の神経は、かように陳腐な秘密を嗅いで、嬉しがるように退屈を感じてはいなかった。今、これより幾倍か心よい刺激でさえ、感受するを甘んぜざるくらい、一面から言えば、困敗していた。 大介は、平岡のそれとは、ほとんど縁故のない自家特有の世界の中で、もう、これほどに、進化進化の理念を見ると、いつでも大化であるのは、古今を通じて悲しむべき現象だがしていたのである。それを、平岡は全く知らない。大介をもって、依然として球体を改めざる3年前のウブと見ているらしい。こういうごぼっちゃんに、洗いざらい、自分の弱点を打ち明けては、いたずらに馬糞を投げて、 お嬢様を驚きろかせると、どう結果に陥りやすい。余計なことをして愛想を尽かされるよりは黙っている方が安全だ。大助には、平岡の腹がこう取れた。それで、平岡が、自分に返事もせずに、無言で歩いていくのが、なんとなく馬鹿らしく見えた。平岡が大助を子供しする程度によって、あるいは、それ以上の程度によって、大助は平岡を子供死し始めたのである。けれども、両人が十十五六過ぎて、 また話をやりだしたときは、どちらにも、そんな痕跡はさらになかった。最初に口を切ったのは大輔であった。それで、これから先どうするつもりかね。さあ、やっぱり、今までの経験もあるんだから、同じ職業がいいかもしれないね。さあ、事情次第だが、実は、ゆっくり君に相談してみようと思っていたんだが、どうだろう、君の兄さんの会社の方に、口はあるまいか。うん、頼んでみよう。 二三日内に家へ行くようがあるから。しかしどうかなもし、実業の方がダメなら、どっか新聞へでも入ろうかと思う。それも良いだろう。両人は、また、電車の通る通へ出た。平岡は、向こうから来た電車の軒を見ていたが、突然これに乗って帰ると言い出した。大輔は、そうかと答えたまま、止めもしない、と言って直別れもしなかった。赤い棒の立っている停留所まで歩いてきた。 そこで、道代さんはどうしたと聞いた。難う、まあ相変わらずだ。君によろしく言っていた。実は、今日連れてこようと思ったんだけれども、なんだか汽車に揺れたんで、頭が悪いと言うから、宿屋へ置いてきた。電車が、二人の前で止まった。平岡は、二十三歩早足に行きかけたが、大介から注意されて辞めた。彼の乗るべき車は、まだ着かなかったのである。子供は、惜しいことをしたね。うん。 かわいそうなことをした。その説は、またご丁寧に難勇。どうせ死ぬくらいなら生まれない方が良かった。その後は同大。まだあとはできないか。うん、いまだにも、何にも、もうだめだろう。体があんまり良くないものだからね。こんなに動くときは、子供のない方が、かえって便利でいいかもしれない。それもそうさ。一層、君のように一人心なら、なおのこと、気楽でいいかもしれない。 一人心になるさ。冗談言ってらそれよりか、妻がしきりに、君は、もう奥さんを持ったろうか、今だだろうかって気にしていたぜ。ところへ電車が来た。3、大輔の父は、長い徳といって、ご維新の時戦争に出た経験のあるくらいな老人であるが、今でも、至極達者に生きている。役人を辞めてから、実業界に入って、何かかにかしているうちに、自然と金がちょって、この十四十五年来は、 大分の財産家になった。聖子という兄がある学校を卒業してすぐ父の関係している会社へ出たので今ではそのところで重要な地位を占めるようになった梅子という夫人に2人の子供ができた兄は聖太郎といって15になる妹は縫いといって三ついである生後の外に姉がまだ1人あるがこれはある外交官に嫁いで今は夫と共に西洋にいる 生後とこの姉の姉間に、もう一人、それからこの姉と大輔の間にもまだ一人兄弟があったけれども、それは二人とも早く死んでしまった。母も死んでしまった。大輔の一家はこれだけの人数から出来上がっている。そのうちで外へ出ているものは西洋に行った姉と近頃一個を構えた大輔ばかりだから、本家には大小合わせて五人残るわけになる。大輔は月に一度は必ず。 本家金をもらいに行く。大助は、親の金とも、兄の金ともつかぬものを使って生きている。月に一度の外にも、退屈になれば出かけていく。そうして、子供に蝶を切ったり、書生と五目並べをしたり、兄嫁と芝居の表をしたりして帰ってくる。大助は、この兄嫁を好いている。この兄嫁は、天保町と明治の現代町を、容赦なく継ぎ合わせたような一種の人物である。わざわざ。 フランスにいる義まに注文して、難しい名のつく、すこぶる高価な織物を取り寄せて、それを45人で立って、帯に仕立ててきてみたり何かする。後で、それは、日本から輸出したものだということが分かって、大笑いになった。三越陳列所へ行って、それを調べてきた者は大助である。それから、西洋の音楽が好きで、よく大助に誘い出されて文に行く。そうかと思うと、駅団に、非常な興味をあっている。 石流子と小島坊を大いに崇拝する大助も二十三度御床番に車で駅舎の元まで食いついていったことがある清太郎という子は近頃ベースボールに熱中している大助が行って時々球を投げてやることがある彼は妙な希望を持った子供である毎年夏の初めに多くの焼き芋屋がが然として氷水屋に変化するとき第一番に駆けつけて汗も出ないのに 評価を食う者は清太郎である。評価がないときには、氷水で我慢する。そうして、得意になって帰ってくる。近頃では、もし、相撲の常設観ができたら、一番先へ入ってみたいと言っている。おじさん誰か相もうを知りませんかと大介に聞いたことがある。ぬいという娘は、何か言うと、よくってよ、知らないわと答える。そうして、日に何遍となく、リボンを掛け替える。近頃は、 バイオリンの稽古に行く。帰ってくると、のこの目立てのような声を出して、おさらいをする。ただし、人が見ていると、決してやらない。質を締め切って、キーキー言わせるのだから、親はかなり上手だと思っている。大輔だけが、時々、そっと戸を開けるので、よくってよ、知らないわと叱られる。兄は大抵不在症である。ことに忙しいときになると、家で食うのは朝食いなもので、あとは、どうして暮れしているのか。 二人の子供には全くわからない。同程度によって大助にもわからない。これはわからない方が好ましいので、必要のない限りは兄の日々の子外生活に忠て決して研究しないのである。大助は二人の子供に大変人望がある。兄嫁にもかなりある。兄にはあるんだかないんだかわからない。たまに兄と弟が顔を合わせると、ただ浮き世話をする。双方とも普通の顔で、 大いに平気で使っている。鎮婦に投げ抜いた様子である。大助の言うも答えるのは親父である。良い年をして、若いめかけを持っているが、それは構わない。大助から言うと、むしろ賛成なくらいなもので、彼は、めかけを置く余裕のないものに限って、畜生の攻撃をするんだと考えている。親父は、また大分のやかまし屋である。子供のうちは、新婚に徹して婚客したことがある。しかし、 成人の今日では、それにも別段、辟易する必要を認めない。ただ答えるのは、自分の青年時代と、大輔の原婚とを混同して、両方とも大した変わりはないと信じていることである。それだから、自分の昔、塩に処した時の心がけでもって、大輔もやらなくっては、嘘だという論理になる。もっとも、大輔の方では、何が嘘ですかと聞き返したことがない。だから、決して喧嘩にはならない。大輔は、 子供の頃、非常な感触持ちで18、十八、十九の自分親父と組打ちをしたことが十二編あるくらいだが、成長して学校を卒業して、しばらくすると、この感触がパタリとやんでしまった。それから、以後ついぞ起こった試しがない。親父は、これを、自分の訓育の効果と信じて、密かに誇っている。実際を言うと、親父のいわゆる訓育は、この節の間に天面する温かい常味を次第に冷却せしめただけである。少なくとも、 大はそう思っている。ところが、親父の腹の中では、それが、全く反対に解釈されてしまった。何をしようと、血肉の親子である。子が、親に対する添付の情愛が、子を取り扱う方法のいかによって変わるはずがない。教育のため、少しの無理はしようとも、その結果は、決して、骨肉の恩愛に影響を及ぼすものではない。儒教の感化を受けた親父は、固くこう信じていた。自分が、 大輔に存在を与えたという単純な事実があらゆる不快苦痛に対して永久愛情の保証になると考えた親父はその信念を持ってぐんぐん押していったそうして自分に冷淡な一個の息子を作り上げたもっとも大介の卒業前後からはその待遇法もだいぶ変わってきてある点から言えば驚きのほど寛大になったところもあるしかしそれは大輔が生まれ落ちるやいなや この親父が大輔に向かって作ったプログラムの一部分の遂行に過ぎないので、大輔の真意の変異を見抜いた敵の処置ではなかったのである。自分の教育が大輔に及ぼした悪結果に至っては、今に至って全く気がつかずにいる。親父は戦争に出たのを、すこぶる自慢にする。ややもすると、お前などは、まだ戦争をしたことがないから、度胸がきらなくって、不瞰と一概にけなしてしまう。あたかも、度胸が。 人間史上な能力であるかのごとき言い草である。大助は、これを聞かせられるたんびに、嫌な心持ちがする。胆力は、命のやり取りの激しい、親父の若い頃のような野蛮時代にあってこそ、生存に必要な資格かもしれないが、文明の今日から言えば、古風な休日月間の類と、大差はない道具と、大助は心得ている。今、胆力とは両立し得ないで、しかも、胆力以上に難上がって、しかるべき能力がたくさんあるように考えられる。 ごとうさんから、また、胆力の講釈を聞いた。ごとうさんのように言うと、世の中で、石地蔵が一番偉いことになってしまうようだねと言って、兄嫁と笑ったことがある。こう言う大輔は、無論臆病である。また、臆病で静かしいという気は、心から起こらない。ある場合には、臆病を持って辞任したくなるくらいである。子どものとき、親父の思想で、夜中に、わざわざ、青山の墓地まで出かけたことがある。 君の悪いのを我慢して、1時間もいたら、たまらなくなって、青々な顔をして、家へ帰ってきた。その折は、自分でも残念に思った。あくる朝、親父に笑われたときは、親父が憎らしかった。親父の言うところによると、彼と同時代の少年は、単力収容のため、夜半に結束して、たった一人、未曹の北一里にある剣が、峰の天頂まで登って、そのところの辻堂で夜明けをして、日の出を拝んで帰ってくる習慣であったそうだ。 今の若い者とは、心得方からして違うと、親父が批評した。こんなことを、真面目に口にした。また、今でも口にしかねまじき親父は、気の毒なものだと、大輔は考える。彼は自信が嫌である。瞬間の動揺でも、胸に波が打つ。あるときは、書斎でじっと座っていて、何かの拍子に、ああ、自信が遠くから、寄せてくるなと感じることがある。すると、尻の下に敷いている座布団も、畳も、ないし、 も明らかに震えるように思われる。彼は、これが、自分の本来だと信じている。親父のごときは、神経未熟の野人か、叱らずんば、己を、偽悪愚者としか、大助には受け取れないのである。大助は、今、この親父と対座している。ひさしの、長い小さな部屋なので、居ながら庭を見ると、ひさしの先で庭が仕切られたような感がある。少なくとも、空は広く見えない。その代わり静かで、 落ち着いて、尻の距離具合が良い。親父は、刻みにたばこをふかすので、手のある長いたばこ盆を前へ引きつけて、時々、背吹きをポンポンとたたく。それが、静かな庭へ響いて、良い音がする。大助の方は、金の吸い口を、45本手あぶりの中へ並べた。もう、鼻から煙を出すのが嫌になったので、腕組みをして、親父の顔を眺めている。その顔には、年のわりに肉が多い。 それでいて頬はこけている。濃い眉の下に目の皮がたるんで見える。ひげは真っ白と言わんよりは、むしろ黄色である。そうして、話をするときに、相手の膝頭と顔とを半々に見比べる癖がある。そのときの目の動かし方で、白眼がちょっとちらついて、相手に妙な心持ちをさせる。老人は、今、こんなことを言っている。そう、人間は自分だけを考えるべきではない。 世の中もある。国家もある。少しは人のために何かしなくっては心持ちの悪いものだ。お前だってそうブラブラしていて心持ちの良いはずはなかろう。そりゃ下等社会の無教育のものなら格別だが最高の教育を受けた者が決して遊んでいて面白い理由がない。学んだものは実地に応用して初めて趣味が出るものだからな。そうですと大輔は答えている。 親父から説法されるたんびに、大輔は、返答に急するから、高加減なことを言う習慣になっている。大輔に言わせると、親父の考えは、万事中途半端に、あるものを一人勝手に断定してから、出発するんだから、業も、根本的の意義を有していない。しかのみならず、今まタ他本ーでやってるかと思うと、いつの間にか、利己本ーに変わっている。言葉だけは根本として、もったいらしく出るが、要するに歓迎すべからざる空談である。 それを基礎から打ち崩してかかるのは大変な難事業だし、また筆強できない相談だから、はじめよりなるべく触らないようにしている。ところが、親父の方では、大助をもって、無論、事故の対応系に属すべきものと心得ているので、事故は、ほうまでも、大助の軌道を支配する権利があると信じて押してくる。そこで、大助も言えず、親父という老太陽の周囲を、行儀よく回転するように見せている。それは、実業が嫌なら嫌でよい。 何も金を儲けけるるだけが、日本のためになるとも限るないから。金は取らんでも構わない。金のためにとやかく言うとなると、お前も心持ちが悪かろう。金は、今まで通り、おのが補助してやる。俺も、もういつ死ぬか分からないし、死や金を持っていくわけにもいかないし、月々お前の整形くらい、どうでもしてやる。だから、奮発して何かなるがよい。国民の義務としてするがよい。もう30だろう。 そうです。三十になって、遊民として、野良暮らしているのは、いかにも不定裁だな。大介は、決して、野良暮らしているとは思わない。ただ、職業のために汚されない内容の多い時間を有する、上等人種と自分を考えているだけである。親父がこんなことを言うたびに、実は気の毒になる。親父の幼稚な頭脳には、各有意義に月日を利用しつつある結果が、事故の思想上層の上に、結晶して噴き出しているのが。 全く映らないのである仕方がないから、真面目な顔をして、ええ、困りますと答えた。老人は、頭から大助を小僧視し,している上に、その返事が、いつでも痛い気を失わない、簡単な、世帯離れをした文句なものだから、馬鹿にするうちにも、どうも、坊ちゃんは、成人してもしようがない、困ったものだという気になる。そうかと思うと、大助の口調がいかにも平気で、冷静で、はにかまず、文字つかず、 人情極まっているので、こやつは手のつけさまがないという気にもなる。身体は丈夫だね。23年この方、風邪をひいたこともありません。頭も悪い方じゃないだろう。学校の成り跡もかなりだったんじゃないか。まあそうです。それで遊んでいるのはもったいない。あのなんとか言ったね、そらお前のところへよく話しに来た男があるだろう。己も1、2度あったことがある。平岡ですか。そう平岡。 あの人なぞは、あまり、出来のいい方じゃなかったそうだが、卒業すると、すぐどこかへ行ったじゃないか。その代わり、失敗て、もう帰ってきました。老人は苦笑を禁じえなかった。どうしてと聞いた。つまり、食うために道楽からでしょう。老人には、この意味がよく分からなかった。何か面白くないことでも使ったのかなと聞き返した。その場合で、当然のことをやるんでしょうけれども、その当然が、 やっぱり失敗になるんでしょう。わーと気の乗らない返事をしたが、やがて調子を変えて、解き出した。若い人がよく失敗と言うが、全く誠実と熱心が足りないからだ。己も他年の経験で、この年になるまでやってきたが、どうしてもこの二つがないと成功しないね。誠実と熱心があるために、かえってやり損なうこともあるでしょう。いや、先ないな。親父の頭の上に 誠者天の道やという額がレイ,レイとかけてある。先代の旧藩主に書いてもらったとか言って、親父は最も珍重している。大輔は、この額が甚だ嫌である。第一次が嫌だ。その上、文句が気に食わない。誠は天の道なりの後へ、人の道にあらずと付け加えたいような心持ちがする。その昔、師範の財政が疲弊して、始末がつかなくなったとき、生理の任に当たった長井は、 犯行に縁故のある町人を二十三人呼び集めて、刀を脱いで、その前に頭を下げて、彼らに一時の融通を頼んだことがある。元より返せるか、返せないか、わからなかったんだから、わからないとまっすぐに自白して、それがためにその時成功した。その因縁で、この額を藩主に書いてもらったんである。次来、長井はいつでもこれを自分の居間にかけて朝夕眺めている。大輔は、 この額の額由来を何遍聞かかされたか知れたない今から1五5 1 6年前に旧藩主の家で月々の支出がかさんできてせっかく持ち直した経済がまた崩れ出した時にも長井は前年の手腕によって再度の整理を委託されたその時長井は自分で風呂の多きを焚いてみて実際の消費口と長面面の消費高との際から調べにかかったが終日週夜このことだけに成婚を打ち込んだ結果は約1ヶ月内に。 立派な方法を立てるに至ったそれより、囲碁藩主の家では、比較的豊かな生計をしている。こういう過去の歴史を持っていて、この過去の歴史以外には、一歩も踏み出して考えることを鑑定しない永井は、何によらず、誠実と熱心へ持っていきたがる。お前は、どういうものか、誠実と熱心が欠けているようだ。それじゃ不感だから何にもできないんだ。誠実も熱心もあるんですが、ただ人事上に応用できないんです。 どういうわけで大介はまた返答に急した。大介の考えによると、誠実だろうが、熱心だろうが、自分が、出来合いのやつを、胸に聞くは得ているんじゃなくって、石と鉄と触れて火花の出るように、相手次第で、摩擦の具合がうまくいけば、当事者二人の間に起こるべき現象である。自分の有する性質というよりは、むしろ精神の交換作用である。だから、相手が悪くっては、怒り様がない。後藤さんは、 論語だの王だのという金の延べ金を飲んでいらっしゃるからそういうことをおっしゃるんでしょう。金の延べ金とは大助はしばらく黙っていたが歌手て役、延べ金のまま出てくるんですと言った。長井は書物癖のある偏屈なよなれない弱杯の言いたがる不得要領の契約として好奇心のあるにもかかわらず取り合うことを鑑定しなかった。それから約40分ほどして老人は着物を着替えて袴を履いて。 車に乗って、どこかへ出て行った。大助も、玄関まで送って出たが、また引き返して、客間の戸を開けて、中へ入った。これは、近頃になって建てました西洋作りで、内部の装飾その他の大部分は、大助の衣装に本づいて、専門家へ注文して出来上がったものである。ことに、欄間の周囲に貼った模様がは、自分の知り合いの猿画家に頼んで、いろいろ相談の挙句になったものだから、特さら興味が深い。大助は、立ちながら、 縁巻物を展開したような、横長の色彩を眺めていたが、どういうものか、この前来てみたときよりは、痛く見劣りがする。これでは頼もしくないと思いながら、なお、局部に目をつけて吟味していると、突然兄嫁が入ってきた。おや、このところにいらっしゃるの、と言ったが、ちょっと、そのところらに、私の櫛が落ちていなくって、と聞いた。櫛は、長椅子の足のところにあった。昨日ぬ縫い子に貸してやったら、何所かへしつなしてしまったんで。 探しに来たんだそうである両手で頭を押さえるようにして、櫛を、即発の根肩へ押し付けて、上目で大助を見ながら、そう変わらず暴行してるじゃありませんか、と、帳切った。後藤さんから、ご談議を聞かされちまった。またよく叱られるのね。おかえり、ひょう、ゆう、第3水準1の14の76、ずいぶん気が利かないわね。しかし、あなたもあんまり、好かないわ。きっとも。 後藤さんの言う通りになさらないんだもの。ごとうさんの前で議論なんかしやしませんよ。万事控えめにおとなしくしているんです。だから、なお始末が悪いのよ。何か言うと、平々って、そうして、ちっとも言うことを聞かないんだもの。大輔は苦笑して黙ってしまった。梅子は、大輔の方へ向いて、椅子へ腰を下ろした。咳のすらりとした、色の浅黒い、眉の濃い、唇の薄い女である。 まあ、おかけなさい。少し話し相手になってあげるから。大輔はやっぱり立ったまま兄嫁の姿を見守っていた。今日は妙な半襟をかけてますね。これ梅子は顎を縮めて八の字を寄せて自分の襦袢の襟を見ようとした。この間買ったの。後遺色だ。まあそんなことはどうでもいいからそのところへおかけなさいよ。大輔は。 兄嫁の真正面へ腰を下ろしたかけました。た。けま一体、今日は何を叱られたんです。何を叱られたんだか、あんまり容量を得ない。しかし、後藤さんの国家社会のために尽くすには驚きろいた。何でも、18の年から、今日までの別に尽くしてるんだってね。それだから、あのくらいにおなりになったんじゃありませんか。国家社会のために尽くして、金な後藤さんくらい儲かるなら、僕も尽くしてもよい。 だから遊んでないで、お尽くしなさいな。あなたは、見ていてお金を取ろうとするからこう勝つよ。お金を取ろうとしたことは、まだありません。取ろうとしなくっても、使うから同じじゃありませんか。兄さんが何とか言ってましたか。兄さんは呆れてるから、何ともうんやしません。ずいぶん猛烈だな。しかし、ご藤さんより兄さんのほうが偉いですね。どうしてあらわるらしい。また、あんなお世辞を使って。 あなたはそれが悪いのよ。真面目な顔をして他を茶化すから。そんなもんでしょうか。そんなもんでしょうかって、他のことじゃあるまいし。少しや考えてごらんなさいな。どうも、このところへ来ると、まるで、もんのと同じようになっちまうから困る。もんのって何です。何宅にいる女性ですがね。人に何か言われると、きっと、そんなもんでしょうか。とか、そうでしょうか。とか答えるんです。あの人が よっぽど妙なのね。大助は、一寸話をやめて、梅子の片悦に、窓掛けの間から、きれいな空を透かすように見ていた。遠くに、大きな木が一本ある。薄茶色の芽を全体に吹いて、柔らかい小の端が天にせっくところは、ぬか雨でぼっかされたかのごとくにかすんでいる。良い気候になりましたね。何所かお花見にでも行きましょうか。行きましょう。行くからおっしゃい。何を。 後藤様から言われたことを。言われたことはいろいろあるんですが、秩序立てて繰り返すのは困るですよ。頭が悪いんだから。まだ空、とぼけていらっしゃる。ちゃんと知ってますよ。じゃ、伺いましょうか。梅子は少しツンとした。あなたは、近頃、よっぽど、減らず口が達者におなりね。なに、姉さんがへきするほどじゃない。時に、今日は大変静かですね。どうしました、子供たちは。 子供は学校です。十六十七の小間遣いが戸を開けて顔を出した。あの、旦那様が、奥様に、ちょっと電話口までと取り次いだなり、黙って、梅子の返事を待っている。梅子はすぐ立った。大介も立った。続いて客間を出ようとすると、梅子は振り向いた。あなたは、そのところにいらっしゃい。少し話があるから。大介には、兄嫁の、こういう命令的な言葉が。 いつでも面白く感じられるごゆるりと見送ったまま、また腰をかけて、再び、例の絵を眺め出した。しばらくすると、その色が、壁の上に塗りつけてあるのでなくって、自分の眼球の中から飛び出して、壁の上へ行って、ベタベタくっつくように見えてきた。姉妹には、眼球から色を出す具合一つで、向こうにある人物樹木が、こちらの思い通りに変化できるようになった。大助は、かくして、下手な箇所をことごとく塗りさらえて、 とうとう自分の想像し得る限りの最も育子、色彩に包囲されて、高骨と座っていた。ところへ梅子が帰ってきたので、たちまち、当たり前の自分に戻ってしまった。梅子の用事というのを改まって聞いてみると、また、例の縁談のことであった。大輔は、学校を卒業する前から、梅子のおかげで、写真実物いろいろな細君の候補者に接した。けれども、何ずれも不合格者ばかりであった。はじめのうちは、 体裁の良い逃げ工場で断っていたが、2年ほど前からは、急にずまがしくなって、きっと、相手にケチをつける。口と顎の角度が悪いとか、目の長さが、顔の肌に比例しないとか、耳の位置が間違ってるとか、必ず妙な非難を持ってくる。それが、ことごとく尋常な言い草でないので、姉妹には、梅子も少々考え出した。これは、必境世話を焼きすぎるから、つけ上がって、人を困らせるのだろう。当分だ、使っておいて。 向こうから頼み出させるに若くはない。と決心して、それからは、縁談のことを、ついぞ口にしなくなった。ところが、本人は、一向困った様子もなく、依然として、海のものとも、山のものとも、見当がつかない態度で、今日まで暮らしてきた。そのところへ、親父が、甚だ、因縁の深いある候補者を見つけて、旅行先から帰った。梅子は、大輔の来る2、3日前に、その話を親父から聞かされたので。 今日の会談は必ずそれだろうとおしたのであるしかし、大輔は、実際、老人から結婚問題については、この日何にも聞かなかったのである。老人は、あるいは、それを披露する気で、呼んだのかもしれないが、大輔の態度を見て、もう少し控えておく方が得策だという了権を起こした結果、恋と話題を避けたとも取れる。この候補者に対して、大輔は、一種特殊な関係をあっていた。候補者のせいは知っている。 けれども名は知らない。年齢、要望、教育、性質に至っては全く知らない。なぜ、その女が候補者に立ったという因縁になると、またよく知っている。大輔の父には、一人の兄があった。直樹といって、父とは、たった一つ違いの年上だが、父よりは、小柄な上に、顔つき目鼻率が非常に似ていたものだから、知らない人には、大お双子と間違えられた。そのうりは 父も徳とは言わなかった。正の神という幼名で通っていた。直樹と正の神とは、外貌のよく似ていたごとく、気質も本当の兄弟であった。両方に差し支えのある時は、特別、都合さえつけば、同じところにくっつきあって、同じことをしてくれしていた。慶子も、同時同国に雪帰りをする。読書にも、一つ等価を分かったくらい親しかった。ちょうど、直樹の十八の秋であった。 あるとき二人は、城下街の東岳寺という寺へ、親の使いに行った。これは藩主の菩提寺で、そこにいる祖水という坊さんが、二人の親とは実勤なので、陽の手紙を、この祖水さんに渡しに行ったのである。陽は、囲碁の正体か何かで、返事にも及ばないほど、簡略なものであったが、祖水さんに止められて、いろいろ話しているうちに遅くなって、日の暮れる一時間ほど前に、ようやく寺を出た。その日は、何か、祭りのあるおりで、 市中はだいぶざっとしていた。二人は、群衆の中を急いで帰る拍子に、ある横丁を曲がろうとする角で、川向かいの方うかぎりの棒というものに突き当たった。この棒と二人とは、かねてから仲が悪かった。そのとき棒は、だいぶ手記を帯びていたと見えて、二言三個と言い争ううちに、刀を抜いて、いきなり切りつけた。切りつけられた方は兄であった。いよえず、これも、腰のものを抜いて立ち向かったが、相手は、平勢から、 極めて評判の悪い乱暴者だけあって、命定しているにもかかわらず、強かった。黙っていれば兄の方が負ける。そこで、弟も刀を抜いた。そうして、2人で、めちゃくちゃに相手を切り殺してしまった。その頃の習慣として、侍が侍を殺せば、殺した方が切腹をしなければならない。兄弟は、その覚悟で家へ帰ってきた。父も、2人を並べておいて、順々に。 自分でで解釈をする気であったところが母があいにく祭りで父の家へ呼ばれてるすである父は2人に切腹をさせる前もう一遍母に会わせてやりたいという人情からすぐ母を迎えにやったそうして母の来る間2人に訓戒を加えたりあるいは切腹する座敷の用意をさせたりなるべくぐずぐずしていた母の客に言っていたところはその登園にあたたる高木という勢力家であったので 大変都合が良かったというのは、その頃は、世の中の動きかけた当時で、侍の起きても、昔の様には厳重に行われなかった。ことさら殺された相手は、評判の悪い部らいの青年であった。ので、高木は、母と共に長井の家へ来て、何分の沙汰が公向こうからあるまでは、当分そのままにして、手をつけずに置くようにと、父を諭した。高木は、それから奔走を始めた。そうして、 第一に過労を解きつけた。それから過労を通して藩主を解きつけた。殺された坊の親は、また、損害役の分かった人で、平成からせがれの業績の良くないのを苦に病んでいたのみならず、切りつけた当時も、こちらから狼藉を仕掛けたと同然であるということが明瞭になったので、兄弟を寛大に処分する運動に、終手は、別段の苦情を持ち出さなかった。兄弟は、しばらく、一軒のうちに閉じこもって、謹慎の意を表して、あと、 二人とも人知れず家を捨てた3年の後兄は京都で老子に殺された4年目に天下が明治となったまた56年してから聖の神は両親を国元から東京へ呼び寄せたそうして妻を迎えて徳という一時名になったその時は自分の命を助けてくれた高木はもう死んで養子の代になっていた東京へ出て の方法でも講じたらと思っていろいろ進めてみたが応じなかったこの養子に子供が二人あって男の方は京都へ出て同志社へ入ったそのところを卒業してから長らくアメリカに寄ったそうだが今では神戸で実業に従事して相当の資産家になっている女のほうは県下の多額納税者のところへ嫁に行った大輔の細君の候補者というのはこの多額納税者の娘である大変込み入ってるのね 私驚いちまったと、兄嫁が大助に言った。ご藤さんから、何べんも聞いてるじゃありませんか。だって、いつもは、ご嫁の話が出ないから、いい加減に聞いてるのよ。佐川に、そんな娘があったのかな僕もさっとも知らなかった。おもらいなさいよ。賛成なんですか。賛成ですとも。因縁付きじゃありませんか。先祖のこしらえられた因縁よりも、まだ自分のこしらえた因縁でもらう方がもらいよいようだな。 おやそんなものがあるの大輔は苦笑して答えなかった4大輔は今読み切ったばかりの薄い洋書を机の上に開けたまま両肘をついて暴行考えた大輔の頭は最後の幕でいっぱいになっている遠くの向こうに寒そうな木が立っている後に二つの小さな角皮が音もなく揺らめいて見えた甲子台はそのところにある刑人は暗いところに立った ポックリを片足なくなした、寒いと一人が言うと、何をと一人が聞き直した。ポックリをなくなして寒いと、前の者が同じことを繰り返した。M は、どこにいると誰か聞いた。このところにいると誰か答えた。木の間に、大きな、白いような、平たいものが見える。湿っぽい風が、そのところから吹いてくる。海だと G が言った。しばらくすると、宣告文を書いた紙と、 文を持った、白い手、首都をほじくめないよ書くが照らした。読み上げんでもいかろうという声がした。その声は震えていた。やがて書くが消えた。もう、ただ一人になったと K が言った。そうしてため息を吐いた。S も死んでしまった。W も死んでしまった。M も死んでしまった。ただ一人になってしまった。海から日が昇った。彼らは死骸を。 一つの車に積み込んだ。そうして引き出した長くなった首飛び出しため唇の上に咲いた恐ろしい花のような血の泡に濡れた舌を積み込んで元の道へ引き返した大介はアンドレーフの七景人の最後の模様をこのところまで頭の中で繰り返してみてぞっと肩を縮めたこういう時に彼が最も痛切に感じるのは万一自分がこんな場に臨んだらどうしたら 無べかろうという心配である。考えると、到底死ねそうもない。と言って、無理にも殺されるんだから、いかにも残酷である。彼は、生の欲望と死の圧迫の間に、我が身を想像して、未練に、両方におったり来たりする苦悶を心に描き出しながら、じっと座っていると、背中一面の皮が、毛穴ごとにむずむずして、ほとんどたまらなくなる。彼の父は、十七の時家中の一人を切り殺して、それがため切腹をする覚悟をしたと。 自分で常に人に人語っている父の甲では、叔父の解釈を自分がして、自分の解釈を祖父に頼むはずであったそうだが、よくそんな真似ができるものである。父が過去を語るたびに、大輔は父を偉いと思うより、不愉快な人間だと思う。そうでなければ嘘とだと思う。嘘との方が、まだよっぽど父らしい気がする。父ばかりではない。祖父にしゆても、こんな話がある。祖父が、若い自分、 月見の同門のなんとかいう男があまり儀芸に達していたところから他の嫉妬を受けてある夜縄手道をお城下へ帰る途中で誰かに斬り殺されたその時第一にはせけつけた者は祖父であった左の手に長ょをかざして右の手に抜き身を持ってその抜き身で死骸を叩きながら「文平たしかりしろ」「はじめは浅いぞ」と言ったそうであるおじが京都で殺された時は時キを着た人間にどやどやと旅宿へ踏み込まれておじは 二階の日差しから飛び降りるとたん、庭石に詰めついて倒れるところを上から、容赦なくやられたために、顔が流すのようになったそうである。殺される十日程前、夜中、かっを着て、傘に雪をのけながら、足だがけで、四条から三条へ帰ったことがある。その時、旅宿の二丁ほど手前で、突然、後から長井直樹殿と呼びかけられた。お父は振り向きもせず、やはり傘をさしたまま、旅宿の戸口まで来て、格子を開けて中へ履いた。 そうして、格子をぴしゃりと締めて、中から、長井直樹は拙者だ。何御用か。と聞いたそうである。大助は、こんな話を聞くたびに、勇ましいという気持ちよりも、まず怖い方が先に立つ。度胸を買ってやる前に、生臭さぐ採集が花柱を抜けるように答える。もし死が可能であるならば、それは、発作の絶高いただきに達した一瞬にあるだろうとは、大助の兼ねて期待するところであった。ところが、 彼は、決して発作性の男でない。手も震える、足も震える。声の震えることや、心臓の飛び上がることは始終ある。けれども、激することは、近来ほとんどない。激するという心的状態は、死に近づきえる自然の階段で、激するたびに死にやすくなるのは目に見えているから、時には好奇心で、せめて、その近所まで押し寄せてみたいと思うこともあるが、全くダメである。大輔は、この頃の事故を解剖するたびに、 五十六年前の事故とまるで違っているのに驚きの数にはいられなかった。大助は机の上の書物を伏せると立ち上がった。縁側のガラス戸を細めに開けた間から暖かい大きな風が吹き込んできた。そうして鉢植えのアマランスの赤い弁をふらふらと揺らかした。火は大きな花の上に落ちている。大助は曲がんで花の中を覗き込んだ。やがてヒョロ長い吉部べの頂から花粉を取って。 めしべの先へ持ってきて、丹念に塗りつけた。ありでもつきましたか、と、門野が玄関の方から出てきた。袴を履いている。大助は、まがんだまま顔を上げた。もう行ってきたの。ええ、行ってきました。なんだそうです。明日五犬移りになるそうです。今日これから上がろうと思ってたところだと、おっしゃいました。誰が平岡がええ。 どうもなんですなだいぶお忙しいようですな先生とよっぽど違ってますね。ありなら種油をお注ぎなさい。そうして苦しがって、穴から出てくるところをいちいち殺すんです。なんなら殺しましょうか。ありじゃない。こうして、天気の良い時に、花粉を取って、飯しべへ塗りつけておくと、今に身がゆいるんです。暇だから植木屋から聞いた通り、使ってるところだ。なるほど。どうも。 なな世の中になりましたねしかし、盆栽は良いもんだ。綺麗で、楽しみになって。大助は、面倒くさいから、返事をせずに黙っていた。やがて、いたずらも高加減に窮すかな、と言いながら立ち上がって、縁側へ据え付けの、塔の安楽椅子に腰をかけた。それ、ギリポカンと何か考え込んでいる。もんのはつまらなくなったから、自分の玄関そばの三畳敷きへ引き取った。 障子を開けて入ろうとすると、また縁側へ呼び返された。平岡が今日来ると言ったって。ええ、来るようなご話でした。邪魔っていよう。大輔は外出を見合わせた。実は、平岡のことが、この間から、だいぶ気にかかっている。平岡は、この前、大輔を訪問した当時、すでに落ち着いていられない身分であった。彼自身の大輔に語ったところによると、キイの心当たりが23箇所あるから。 差し当たり、その方面へ運動してみるつもりなんだそうだが、その23箇所が今どうなっているか、大助はほとんど知らない。大助のほうから、神保町の宿を訪ねたことが2辺あるが、一度は留守であった。一度はおったにはおった。が、洋服を着たまま、部屋の敷居の上に立って、何かせかしい調子で、細君を決めつけていた。案内なしに廊下を伝って、平岡の部屋の横へ出た大助には、突然ながら、 確かにそう取れた。その時、平岡は、ちょっと振り向いて、やあ、君かと言った。その顔にも様子にも、少しも心良さそうなところは見えなかった。部屋のうちから顔を出した細君は、大輔を見て、青白い方をぽっと赤くした。大輔は、なんとなく席につき悪くなった。まあ、入れと、申し訳に言うのを聞き流して、いや、別段用じゃない。どうしているかと思って、ちょっと来てみただけだ。 出かけるなら一緒に出ようとこちらから誘うようにして表へ出てしまったその時平岡は早く家を探して落ち着きたいがあんまり忙しいんでどうすることもできないたまに宿の者が教えてくれるかと思うとまだ人が立ちのかなかったりあるいは今壁を塗ってる最中だったりするなどと電車へ乗って別れるまで所熟状づくめであった大助も気の毒になって損なら家は宅の書生に探させよう 何不景気だから、だいぶ空いてるのがあるはずだ。と受け合って帰った。それから、約束通り、モンノを探しに出した。出すやいなや、門野ノは、すぐ格好なのを見つけてきた。門野ノに案内をさせて、平岡夫婦に見せると、大抵いかろうということで別れたそうだが、家主の方へ責任もあるし、また、そのところが気に入らなければ、外を探すうもあるからというので、借りるか借りないか判然したところを、モンノに、もう一遍確かめさせたのである。 君、家主の方へは借りるって断ってきたんだろうねええ、帰りによって明日引っ越すからって言ってきました大輔は椅子に腰をかけたまま新しく二度の世帯を東京に持つ夫婦の未来を考えた平岡は三年前新橋で別れた時とはもうだいぶ変わっている彼の経歴は書生のはしご段を十二段で踏み外したと同じことであるまだ高いところへ登っていなかっただけが 幸いといえば有うようなものの、世間の目に映ずるほど、体に打撲を受けていないのみで、その実精神状態には、すでに狂いができている。初めて会ったとき、大介は、すぐそう思った。けれども、3年間に起こった自分の方の変化を打算してみて、あるいは、こちらの心が、向こうに反響を起こしたのではなかろうかと訂正した。が、その後、平岡の旅宿へ訪ねていって、座敷へも入らないで、一緒に外へ出た時の、様子から、 言語動作を目の前に浮かべてみると、どうしても、また、最初の判断に戻らなければならなくなった。平岡は、そのとき顔の中心に、一種の神経を寄せていた。風が吹いても、砂が飛んでも、強い刺激を受けそうな眉と眉の継ぎ目を、はばかず、ピクつかせていた。そうして、口にすることが、内容のいかにかかわらず、いかにもせかしなく、かつ切なそうに、大輔の耳に響いた。 あたかも灰の強くない人の重苦しいくず湯の中を固い木で泳いでいるようにとれた。あんなに焦ってっと電車へ乗って飛んでいく平岡の姿を見送った大介は口の内でつぶやいた。そうして旅宿に残されている細君のことを考えた。大介はこの細君を捕まえてかつて奥さんと言ったことがない。いつでも道代さん道代さんと結婚しない前の通りに本名を呼んでいる。大介は 平岡に別れてからまた引き返して、旅宿へ行って、道代さんに会って話をしようかと思った。けれども、なんだか行けなかった。足を止めて思案しても、今の自分には、行くのが悪いという意味は、きっとも見出せなかった。けれども、気がとがめて行かれなかった。勇気を出せば行かれると思った。ただ、大輔には、これだけの勇気を出すのが苦痛であった。それで家へ帰った。その代わり帰っても、 落ち着かないような、物足らないような、妙な心持ちがした。ので、また外へ出て酒を飲んだ。大助は、酒をいくらでも飲む男である。ことに、その晩はしたたかに飲んだ。あの時は、どうかしていたんだと、大助は、椅子に寄りながら、比較的冷ややかな事故で、事故の影を批判した。何か御用ですか、と、門野ノがまた出てきた。袴を脱いで、足袋を脱いで、団子のような素足を出している。 大輔は、黙って角野の顔を見た。門野も、大輔の顔を見て、一寸の間つきたっていた。おや、ご子になったんじゃないのですか。おや、おやと言って引き込んでいった。大輔は、別段おかしいとも思わなかった。おばさん、お呼びになったんじゃないとさ。どうも変だと思った。だから、手も何もならないっていうのに、という言葉が茶の間の方で聞こえた。それから、 角の戸ばさんの笑う声がした。その時、待ちもうけているお客が来た。取り次ぎに出たもんのは、意外な顔をして入ってきた。そうして、その顔を、大輔のそばまで持ってきて、先生、奥さんですと囁くように言った。大輔は、黙って、椅子を離れて座敷へ入った。平岡の細君は、色の白い割に髪の黒い、細表に眉毛の半然映る女である。ちょっと見ると、 何所となく寂しい感じの起こるところが、古版の浮世絵に似ている。帰郷後は、色光沢がことに行く内容だ。初めて旅宿で会ったとき、大輔は少し驚いたくらいである。汽車で長く揺られた疲れが、まだ回復しないのかと思って、聞いてみたら、そうじゃない、四終高難だと言われたときは、気の毒になった。道代は、東京を出て、1年目に産をした。生まれた子は時は直死んだが、それから心臓を痛めたと見えて、 と書く具合が悪い初めのうちは、ただ、ぶらぶらしていたが、どうしても、はかばかしくいらないので、姉妹に医者に診てもらったら、よくはわからないが、ことによると、なんとかいう、難しい名の心臓病かもしれないと言った。もしそうだとすれば、心臓から動脈へ出る血が、少しずつ、後戻りをする難症だから、根治はおぼつかないと宣告されたので、平岡も驚きの言て、できるだけ、養生に手を尽くしたせいか、一年ばかりするうちに、良い安排に。 元気がめっきり良くなった。色光沢もほとんど元のように再在して見える日が多いので、当人も着込んでいると、帰る1ヶ月ばかり前から、また血色が悪くなりだした。しかし、医者の話によると、今度のは心臓のためではない。心臓はそれほど丈夫にもならないが、決して前よりは悪くなっていない。便の作用に故障があるものとは、今は決して認められないという診断であった。これは道代が 直に大輔に話したところである。大輔は、その時三千代の顔を見て、やっぱり、何か心配のためじゃないかしらと思った。三千代は、幾、シーをきれいに重ねた鮮やかな二山たを持っている。目の格好は細長い方であるが、瞳を据えて、じっと、物を見るときに、それが、何かの具合で、大変大きく見える。大輔は、これを、黒目の働きと判断していた。三千代が細君にならない前、 大輔はよく道代のこういう目やを見たそうして今でもよく覚えている道代の顔を頭の中に浮かべようとすると顔の輪郭がまだ出来上がらないうちにこの黒い紙面だようにぼかされた目がぽっと出てくる廊下伝いに座敷へ案内された道代は今大助の前に腰をかけたそうして綺麗な手を膝の上に畳めた下にした手にも指輪をほじくめている 上ににした手にも指輪をほじくめている。上野は細い金の枠に比較的大きな真珠を持った統制風のもので3年前結婚の汚職として大輔から贈られたものである道代は顔を上げた大助は突然霊の目を認めて思わず春を一つした汽車で着いた明日平岡と一緒に来るはずであったけれどもつい気分が悪いので来損なってしまってそれからは一人でなくっては来る機会がないので。 つい出ずにいたが、今日はちょうど、と言いかけて、句を切って、それから急に思い出したように、この間来てくれた時は、平岡がデカかかイだったものだから、大変失礼してすまなかったというような詫びをして、待っていらっしゃればいいかったのに、と、女らしく愛想を付け加えた。けれども、その調子は沈んでいた。もっとも、これはこの女の事情誌で、大輔は、帰って、その昔を思い出した。だって、大変忙しそうだったから。 ええ忙しいことは忙しいんですけれどもよいじゃありませんか。おら知ったって。あんまり他人行儀ですわ。大助は、あの時夫婦の間に何があったか聞いてみようと思ったけれども、まずやめにした。例なら、長期半分に、あなたは何か叱られて、顔を赤くしていましたね、どんな悪いことをしたんですかくらい言いかねない間柄なのであるが、大助には、道代の愛嬌が、後から、その場を取り繕うように、痛ましく聞こえたので。 冗談を言いつる元気もちょっと出なかった。大介は、タバコへ火をつけて、吸い口をかんげたまま、椅子の席に頭を持たせて、ひろろいたように、久しぶりだから、何かご馳走しましょうか、と聞いた。そうして、心の内で、自分のこういう態度が、幾分かこの女の医者になるように感じた。道代は、今日はたくさん、そうゆるりしちゃいられないの、と言って、昔の金馬をちょっと見せた。まあ、いいでしょう。 大輔は両手を頭の後へ持って行って、指と指を組み合わせて三千代を見た。道代は小言で帯の間から小さな時計を出した。大輔が真珠の指輪をこの女に置くものにするとき、平岡はこの時計を妻に買って使ったのである。大輔は一つ点で別々の品物を買った後、平岡と連れ立って、そのところの敷居をまたぎながら、互いに顔を見合わせて笑ったことを記憶している。おや もう3時過ぎね。まだ2時くらいかと思ってたら、少し寄り道をしていたものだから、と、独り言のように説明を加えた。そんなに急ぐんですか。ええ、なりたけ早く帰りたいの。大助は頭から手を離して、煙草の灰をはたき落とした。3年のうちにおいたせたいめちまった。仕方がない。大助は笑ってこう言った。けれども、その調子には、どこかに、苦いところがあった。 あら、だって、明日引っ越すんじゃありませんか。道代の声は、この時、急にせいせいと聞こえた。大助は、引っ越しのことをまるで忘れていたが、相手の心よさそうな調子につり込まれて、こちらからもたあいなく追及した。じゃあ引っ越してからゆっくり来ればいいのに。でもと言った道代は、少し挨拶に困った色を、額のところへ表して、ちょっと下を見たが、やがて頬を上げた。それが薄赤く染まっていた。実は 私、少し護岸があってあがったの。勘の鋭い大介は、道代の言葉を聞くや否や、すぐ、その用事の何であるかを悟った。実は、平岡が東京へ着いたときから、いつか、この問題に出会うことだろうと思って、範囲式の下で覚悟していたのである。何ですか、遠慮なくおっしゃい。少し、お金の苦面ができなくって道代の言葉は、まるで、子供のように無邪気であるけれども。 両方の方はやっぱり赤くなっている。大助はこの女にこんな気ちずかしい思いをさせる平岡の今の境遇をは,なはだ気の毒に思った。だんだん聞いてみると、明日引っ越しをする費用や新しく世帯を持つための金が入用なのではなかった。支店の方を引き上げるとき、向こうへ置き去りにしてきた借金が三つ口とかあるうちで、その一口をぜひ片付けなくてはならないのだそうである。東京へ着いたら一週間うちに。 どうでもするという固い約束をしてきた上に、少しは毛があって、他のように放っておけない性質のものだから、平岡もついた明日から心配して、ところどころ奔走しているけれども、まだできそうな様子が見えないので、いよえず、道代に言いつけて、大助のところに頼みに寄りしたということが分かった。支店長から借りたというやつですか。いいえ、その方はいつまで伸ばしておいても構わないんですが、こちらの方をどうかしないと困るのよ。 東京で運動する方に響いてくるんだから。大輔は、なるほど、そんなことがあるのかと思った。金高を聞くと、500円と少しばかりである。大輔は、なんだ、そのくらいと腹のうちで考えたが、実際、自分は一分もない。大輔は、自分が金に不自由しないようでいて、その実、大いに不自由している男だと気がついた。なんでまた、そんなに借金をしたんですか。だから、 私考えるると嫌になるのよ。私も病気をしたので、悪いには悪いけれども、病気の時の費用なんですかじゃないのよ。薬代なんか知れたもんですわ。道代はそれ以上を語らなかった。大いも、それ以上を聞く勇気がなかった。ただ、青白い三千代の顔を眺めて、その中に、漠然たる未来の不安を感じた。5。翌日朝早く、門野は荷車を3台雇って、 新橋の停車場まで、平岡の荷物を受け取りに行った。実は塔からついていたのだけれども、宅がまだ極らないので、今日までそのままにしてあったのである。往復の時間と、向こうで荷物を積み込む時間を勘定してみると、どうしても半日仕事である。早く行かなきゃ間に合わないよと、大助は、美床を出るとすぐ注意した。門の悪いの調子で、何役はありませんと答えた。この男は、時間の功などは、あまりない方だから。 こう便な返事ができたんだが、大助から説明を聞いて初めてなるほどという顔をした。それから、荷物を平岡の宅へ届けた上に、万事儀礼に片付くまで手伝いをするんだと言われた時は、ええー、承知しました。何大丈夫ですと、気軽に引き受けて出ていった。それから、11時4ぎまで、大助は読書していた。が、ふとダムンチオという人が、自分の家の部屋を、青色と赤色に分かって装飾しているという話を思い出した。 ダヌンチオの周囲は生活の二大情長の発言はこの二色に外ならんという点に損するらしいだから何でも興奮を要する部屋すなわち音楽室とか書斎とかいうものはなるべく赤く塗り立てるまた寝室とか休息室とか全て精神の安静を要するところは青に近い色で飾り付きをするというのが心理学者の説を応用した詩人の好奇心の満足と見える大輔は なぜダヌンチオのような刺激を受けやすい人に、奮狂色とも見なし得べきほど、強烈な赤の必要があるだろうと、不思議に感じた。大輔自身は、稲荷の鳥居を見ても、あまり良い心持ちはしない。出退えるならば、自分の頭だけでもいいから、緑の中に漂わして安らかに眠りたいくらいである。いつかの展覧会に、青木という人が、海の底に立っている席の高い女を描いた。大輔は、多くの出品のうちで、あれだけが。 良いい気持ちにできていると思ったつまり自分もああいう沈んだ落ち着いた情緒に寄りたかったからである大助は縁側へ出て庭から先にはびこる一面の青いものを見た花はいつしか散って今は新芽若葉の初期である華やかな緑がぱっと顔に吹きつけたような心持ちがした目を覚ます刺激の底に何所か沈んだ調子のあるのを嬉しく思いながら鳥打ち棒をかぶって目線の普段着のまま門を出た 平岡の新宅へ来てみると、門が開いて、ガランとしているだけで、荷物のついた様子もなければ、平岡夫婦の着ている気色も見えない。ただ、フタ体の男が、一人縁側に腰をかけて、タバコを飲んでいた。聞いてみると、宣告一遍予出になりましたが、この安排じゃ、どうせうがよぎだろうって、またお帰りになりましたという答えである。旦那と奥さんと一緒に来たかい。ええ、ご一緒です。そうして一緒に帰ったかい。 ええ、ご一緒にお帰りになりました。荷物もそのうち着くだろう。ご苦労様と言って、また通りへ出た。神田へ来たが、平岡の旅宿へ寄る気はしなかった。けれども、二人のことが何だか気にかかる。ことに、細君のことが気にかかる。ので一寸顔を出した。夫婦は禅を並べて飯を食っていた。下女がボを持って、敷居に尻を向けている。その後から声をかけた。 平岡は驚きろいたように大助を見た。その目が血走っている。二三日よく眠らないせいだという。道代は、行産なものの言い方だと言って笑った。大助は気の毒にも思ったが、また安心もした。止めるのを外へ出て、飯を食って、髪を買って、球団の上へちょっと寄って、また帰りに新宅へ行ってみた。道代は手ぬぐいを姉さんかぶりにして、友禅の長十番をさらりと出して、助すがけで。 荷物の世話を焼いていた。旅宿で世話をしてくれたという下女も来ている。平岡は縁側で氷の紐を解いていたが、大助を見て、笑いながら、少し手伝わないかと言った。門野は、袴を脱いで、尻をはしょって、重ねダンスを、シャフと一緒に座敷へ抱え込みながら、先生どうです、この服装は、笑っちゃ深ませんよと言った。翌日、大助が、朝食の前に向かって、例のごとく紅茶を飲んでいると、門野が、 洗いたての顔を光らして茶の間へ入ってきた。作友はいつお帰りでした。つい疲れちまって、仮火をしていたものだから、ちっとも気がつきませんでした。見ているところをご覧になったんですが、先生も随分人が悪いな。全体いつごろなんです、お帰りになったのは。それまで難所へ行っていらっしゃったと、平然の調子で、くもなく饒舌立てた。大介は真面目で、君、すっかり片付けまでいてくれたんでしょうね、と聞いた。 ええ、すっかり片付けちまいました。その代わり、どうも骨が折れましたぜ。何しろ、我々の引っ越しと違って、大きなものがいろいろあるんだから。奥さんが、座敷の真ん中へ立って、呆然、公衆こを見ましていた様子ったら、ずいぶんかわらいなもんでした。少し、身体の具合が悪いんだからね。どうもそうらしいですね。色がなんだかいくないと思った。平岡さんとは大違いだ。 あの人の体格は良いですね。昨夕、一緒に湯に入って驚きをいた。大助は、やがて書斎へ帰って、手紙を23本書いた。一本は、朝鮮の東関府にいる友人宛てで、せんだって送ってくれた高麗焼きの霊場である。一本は、フランスにいる姉婿宛てで、棚倉の安いのを見つけてくれという依頼である。昼か散歩の出掛けに、門野の,の室を覗いたら、またインクリ返って、グーム見ていた。大助は、 門んのの無邪気な鼻の穴を見てうらやましくなった。身を言うと、自分は作指日疲れないで大変難儀したのである。例によって、枕のそばへ置いたたもと時計が大変大きな音を出す。それが気になったので、手を伸ばして、時計を枕の下へ押し込んだ。けれども、音は、依然として頭の中へ響いてくる。その音を聞きながら、つい、打とうとする間に、すべての外の意識は、 全くアンアマグラのうちに降下した。が、ただ一人寄るオヌーミシンの針だけが、刻み足に頭の中を断言ず通っていたことを自覚していた。ところが、その音がいつかリンリンという虫の音に変わって、綺麗な玄関のそばの植え込みの奥で鳴いているようになった。大助は、作誘の夢を、このところまでたどってきて、睡眠と覚醒との間をつなぐ一種の意図を発見したような心持ちがした。大助は、何事によらず、一度気にかかり出すと、 どこまででも気にかかる男であったしかも、自分で、その若ぎさ加減の程度を明らかに見積もるだけの能力があるので、自分の気に、かかり方が、なお目についてならないことがあった。34年前、平成の自分がいかにして夢に入るかという問題を解決しようと試みたことがあった。夜、布団へ入って、良い安泰にうとうと仕掛けると、ああ、このところだ、こうして眠るんだなと思ってハッとする。すると その瞬間に目が冴えてしまう。しばらくして、また眠りかけると、また、空このところだと思う。大助は、ほとんど毎晩のように、この好奇心に苦しめられて、同じことを、二遍も三遍も繰り返した。姉妹には自分ながらへきえきした。どうかして、この苦痛を逃れようと思った。のみならず、つくづく、自分は愚物であると考えた。自分の不明瞭な意識を、自分の明瞭な意識に訴えて、 同時に解雇しようとするのは、ジェームスの言った通り、暗闇を検査するためにろうそくをともしたり、駒の運動を吟味するために駒を抑えるようなもので、生涯びられっこないわけになる。と分かっているが、晩になると、またはっと思う。この困難は、約1年ばかりで、いつの間にかようやく遠のいた。大介は、作優の夢と、この困難とを比較してみて、妙に感じた。正気の事故の一部分を切り離して、そのままの姿として、知らぬ間に、 夢の中へ譲り渡す方が趣があると思ったからである。同時に、この作用は、基地外になる時の状態と似ていわせぬかと考えついた。大助は、今まで、自分は月光しないから、基地外にはなれないと信じていたのである。それから、二三日は、大助も門野も、平岡の消息を聞かずに過ごした。四日目の馬よぎに、大助は、マフのある家へ、遠遊会に呼ばれていった。お客は、男女を合わせて、 だいぶ来たが、製品というのは、英国の国会議員とか実業家とかいう、むやみに席の高い男と、それから花眼鏡をかけたその彩君と出会った。これは、なかなかの美人で、日本などへ来るにはもったいないくらいな洋食だが、どこで買ったものか、岐阜出の絵日傘を得意にさしていた。もっとも、その日は、大変な良い天気で、広い芝生の上にフロックで立っていると、もう夏が来たという感じが、肩から背中へかけてきしく起こったくらい。 空が真央に透き通っていた英国の紳士は顔をしかめて空を見て実に行くシーと言ったすると彩君がすぐラップレイと答えた非常に勘の高い声で最も力を入れた挨拶の仕様であったので大助は英国のお世辞はまた格別のものだと思った大助も二言三言とこのイ君から話しかけられたが3分と経たないうちにやりきれなくなってすぐ退却した あとは、日本服を着て、わざと島田に言った礼状と、長らく、ニューヨークで商業に従事していたという棒が引き受けた。この棒は、英語をしゃべれる天才をもって、自ら任ずる男で、欠かさず英語界へ出席して、日本人と英語の会話を使って、それから英語で卓上演説をするのを、何よりの楽しみにしている。何か言っては、後でさもおかしそうに、ゲラゲラ笑う癖がある。英国人が、時によると、けげんな顔をしている。 大輔はあれだけはやめたらいかろうと思った。令状もなかなかうまい。これは、米国夫人を家庭教師に雇って、英語を使うことを研究した、ある物持ちの娘である。大輔は、顔より言葉の方が達者だと考えながら、つくづく感心して聞いていた。大輔が、このところへ呼ばれたのは、個人的に、このところの主人や、この英国人夫婦に関係があるからではない。全く 自分の父と兄との社交的勢力の余波で、招待状が回ってきたのである。だから、まんべんなく方々へ行って、いい加減に頭を下げて、ぶらぶらしていた。その中に兄もいた。やあ、来たな、と言ったまま、帽子に手もかけない。どうも、良い天気ですね。ああ、結構だ。大助も、席の低い方ではないが、兄は、一層高くできている。その上、 この56年来次第に肥満してきたので、なかなか立派に見える。どうです、彼方へ行って、地と外国人と話でもしちゃ。いや、まっらだと言って、兄は苦笑いをした。そうして、大きな腹にぶら下がっている金鎖を、指の先でいらった。どうも、外国人は調子がいいですね。少し居いすぎるくらいだ。ああ、褒められると、天気の方でもぜひ良くならなくっちゃならなくなる。そんなに天気を褒めていたのかい へえ、少し暑すぎるじゃないか。私にも暑すぎる。聖後と大輔は申し合わせたように、白い主金を出して、額を拭いた。両人とも重い絹帽をかぶっている。兄弟は、芝生の外れの木陰まで来て止まった。近所には誰もいない。向かうの方で、余興か何か始まっている。それを、聖子は、卓にいると、同じような顔をして、遠くから眺めた。兄のようになると、 ににいても客に来ても、も来同じ心持ちなんだろうこう世の中に慣れきってしまっても、楽しみがなくって、つまらないものだろうと思いながら、大介は、生後の様子を見ていた。今日は後藤さんはどうしました後藤さんは死の会だ。聖護は、相変わらず、普通の顔で答えたが、大介の方は多少おかしかった。姉さんは、お客の接待係だ。また、兄嫁が、後で不平を言うことだろうと考えると、 大介は、またたおかしくなった大助は生後の始終忙しがっている様子を知っている。また、その忙しさの過半は、こういう会合から出来上がっているという事実も心得ている。そうして、別に嫌な顔もせず、一口の不平もこぼさず、不規則に酒を飲んだり、物を食ったり、女を相手にしたり、していながら、いつ見ても疲れたたもなく、騒ぐ気色もなく、物外に、平然として、年々肥満してくる技量に敬服している。 生後が待合へ入ったり、料理茶屋へ登ったり、晩餐に出たり、誤算に呼ばれたり、クラブに行ったり、新橋に人を送ったり、横浜に人を迎えたり、大磯へご機嫌伺いに行ったり、朝から晩まで多勢の集まるところへ顔を出して、得意にも見えなければ、失意にも思われない様子は、こういう生活に慣れぬいて、クラゲが海に漂いながら、塩水を辛く感じえないようなものだろうと、大輔は考えている。そのところが、大輔には難優位というのは、 生後は、父とことって、小手、小難しい説法などを大助に向かって使ったことがない。主義だとか、主張だとか、人生観だとかいう窮屈なものは、点で、これっばかりも口にしないんだから、あんだか、ないんだか、ほとんど要領を得ない。その代わり、この窮屈な主義だとか、主張だとか、人生観だとかいうものを積極的に打ち壊してかかった試しもない。実に平凡でよい。だが面白くはない。 話し相手としては、兄よりも兄嫁の方が、大輔にとって、はるかに興味がある。兄に会うと、きっと同大という。いふとりに自信があったじゃないかという。土耳その天使が廃されたじゃないかという。その外、向こう島の花は、もうダメになった。横浜にある外国船の船底に、大蛇が飼ってあった。誰が鉄道で引かれた、じゃないかという。みんな新聞に出たことばかりである。その代わり、 当たらず触らずず触の材料はいくらでも持っていいる。いつまでたっても種が尽きる様子が見えないそうかと思うと時にトルストイという人はもう死んだのカメなどと妙なことを聞くことがある今日本の小説家では誰が一番偉いのカメと聞くこともある要するに文芸にはまるで無頓着でかつ驚きろくべき虫であるが尊敬と軽蔑以上に立って平気で聞くんだから大助も返事がしやすい こういう兄と差し向かいで話をしていると、刺激の乏しい代わりには、悪がなくって、気楽でよい。ただ、朝から晩まで出歩いているから、滅多に捕まえることができない。兄嫁でも、生太郎でも、ぬい子でも、兄が終日宅にいて、三度の食事を家族と共に欠かさず食うとかえって珍しがるくらいである。だから、木陰に立って、兄と肩を比べたとき、大介は、ちょうど良い機会だと思った。兄さん、あなたに。 少し話があるんだが、いつか暇はありませんか暇と繰り返した生子は、何にも説明せずに笑ってみせた。明日の朝はどうです。明日の朝は浜まで行ってこなくっちゃならない。馬からは、馬からは、会社の方にいることはいるが、少し相談があるから、来てもゆっくり話しちゃいられない。じゃバンならムべかろう。晩は帝国ホテルだ。あの西洋人夫婦を、明日の晩帝国ホテルへ呼ぶことになってるからダメだ。 大介は、口をとががらかして、兄をじっと見た。そうして二人で笑い出した。そんなに急ぐなら、今日じゃ、どうだ。今日ならいい。久しぶりで、一緒に飯でも食おうか。大介は賛成した。ところが、クラブへでも行くかと思いのほか、生後は、うなぎがいかろうと言い出した。絹棒でうなぎ屋へ行くのは初めてだな、と、大介はしゅ,ゅした。何構うものか。二人は、 炎入会を辞して、車に乗って、金杉橋のともとにあるうなぎ屋へ登った。そのところは川が流れて、柳があって、古風な家であった。黒くなった床柱のそばの違い棚に、絹棒をひっくり返しに、二つ並べておいてみて、大助は妙だなと言った。しかし、開け放した二階の間に、たった二人であぐらをかいているのは、炎入会より客手楽であった。二人は、良い心持ちに酒を飲んだ。兄は飲んで、食って、 世間話をすれば、その外に用はないという態度であった。大助もうっかりすると、肝心の事件を忘れそうな勢いであった。が、下女が、三本目の調子を置いていったときに、初めて容談に取りかかった。大助の容談というのは、言うまでもなく、この間三千代から頼まれた金策の件である。身を言うと、大助は、今日まで、まだ、生後に無心を言ったことがない。も,っとも 学校を出たとき、少々芸者がをしすぎて、その尻を兄になすりつけた氏はある。そのとき兄は叱るかと思いのほか、そうか、困りものだな、親父にはうちうちでおけと言って、兄嫁を通して、きれいに借金を払ってくれた。そうして、大輔には、一口の小言も言わなかった。大輔は、そのときから兄に恐縮してしまった。その後、小遣いに困ることはよくあるが、困るたんびに兄嫁を痛めて、ことを済ましていた。 したがって、こういう事件に関して、兄との交渉は、まあ初対面のようなものである。大輔から見ると、聖吾は、鶴のない夜間と同じことで、どこから手を出してよいか分からない。しかし、そこが、大輔には興味があった。大輔は、世間話の体にして、平岡夫婦の経歴をそろそろ話し始めた。聖吾は、面倒な顔色もせず、へいへいと表紙を取るように、飲みながら、聞いている。 だんだん進んで、道代が金を借りに来た一段になっても、やっぱり、平平と相槌を打つだけである。大助は、仕方なしに。で、私も気の毒だから、どうにか心配してみようって受け合ったんですがね、と言った。へえそうかい。どうでしょう。ごま金ができるのかい。私は一分もできやしません。借りるんです。誰から。大助は、はじめからこのところへ落とすつもりだったんだから。 反然した調子で、あなたから借りておこうと思うんですと言って、改めて、正護の顔を見た。兄は、やっぱり、普通の顔をしていた。そうして、平気に、そりゃ、お配しよと答えた。正護の理由を聞いてみると、義理や人情に関係がないばかりではない、返す返さないという損得にも関係がなかった。ただ、そんな場合には、放っておけば、自らどうかなるもんだという単純な断定であった。 聖後はこの断定を証明するためにいろいろな例を挙げた聖後の門内に藤野という男が長屋を借りて住んでいるその藤野が近頃桃園の者の息子を頼まれて宅へ置いたところがその子が徴兵検査で急に国へ帰らなければならなくなったが前もって国から送ってある学士も旅費も藤野が使い込んでいるというので一時の繰り合わせを頼みに来たことがある無論聖子がじにあったのではないが 妻に言いつけて断らした。それでも、その子は、期日までに国へ帰って、差し支えなく、検査を済ましている。それから、この藤野の心霊のなんとかいう男は、自分の持っている貸し屋の資金を、つい使ってしまって、借家人が明日引っ越すという間際になっても、まだ調達ができないとか言って、やっぱり藤野から泣きついてきたことがある。しかし、これも断らした。それでも、別に不都合はなく、資金は返せている。まだ、 その外にもあったが、まあ、こんな種類の霊ばかりであった。そりゃ、姉さんが影へ回って恵んでいるにいない。はははは、兄さんもよっぽどのんきだな、と、大介は、大きな声を出して笑った。何、そんなことがあるものか。生子は、やはり、当たり前の顔をしていた。そうして、前にあるチョコを取って、口へ持っていった。6、その日、生子は、 なかなか金を貸してやろうと言わなかった。大助も、道代が気の毒だとか、かわいそうだとかいう泣き言は、なるべく避けるようにした。自分が、道代に対してこそ、そういう心持ちもあるが、何も知らない兄を、そのところまで連れて行くのには、一通りではダメだと思うし、と言って、むやみにセンチメンタルな文句を口にすれば、兄にはバカにされる、ばかりではない、かねて自分を愚弄するような気がするので、やっぱり、平成の大助の通り、ぬらくらしたところを、 へへ行ったたりりこちらへ来たりして飲んでいた飲みながらも親父のいわゆる熱性が足りないとはこのところのことだなと考えたけれども大輔は泣いて人を動かそうとするほど低級趣味のものではないと自信しているおよそ何が気障りだって思わせぶりの涙や反問や真面目や熱性ほど気障りなものはないと自覚している兄にはその辺の消息がよくわかっているだから この手でやり損ないでもしようものなら、生涯、自分の価値を落とすことになる。と気がついていた。大助は、飲むに従って、だんだん金を遠ざかってきた。ただ、互いが差し向かいであるが、ために、うまく飲めたという自覚を、互いに持ち得るような話をした。が、茶漬けを空断になって、思い出したように、金は借りなくってもよいから、平岡をどこか使って使ってくれないかと頼んだ。いや、そういう人間は、ごめん、こうむる。 のみならず、この不景気じゃしようがないと言って、生後は、サクサク飯をかき込んでいた。明日目が覚めたとき、大介は、床の中で、まず、第一番にこう考えた。兄を動かすのは、同じ仲間の実業家でなくっちゃダメだ。単に、兄弟のよしみだけではどうすることもできない。こう考えたようなものの、別に兄を不人情と思う気は起こらなかった。むしろ、その方が当然であると悟った。この兄が、 自分の宝刀費を苦情も言わずに弁償してくれたことがあるんだからおかしい。そんなら、自分が、今、ここで、平岡のために判を押して、ンカリでもしたら、どうするだろう。やっぱり、あの時のように、きれいに片付けてくれるだろうか。兄は、そのところまで考えていて、断ったんだろうか。あるいは、自分が、そんな無理なことはしないものと初から、安心して貸さないのか知らん。大介自身の、今の傾向から言うと、 到底人のためににをしそうにもない。自分もそう思っている。けれども、兄が、そのところを見抜いて金を貸さないとすると、ちょっと意外な連帯をして、兄が、どんな態度に変わるか、試験してみたくもある。そのところまで来て、大介は、自分ながら、あんまり、性質が良くないなと、心の内で苦笑した。けれども、唯一、確かなことがある。平岡は、相談借用証書を携えて、 自分の班を取りに来るにいない。こう考えながら、大輔は床を出た。門野は茶の間で、あぐらをかいて新聞を読んでいたが、紙を濡らして湯の殿から帰ってくる大輔を見るやいないや、急にザザンマイを直して、新聞をたたんで、座布団のそばへ押しやりながら、どうも、梅園は、大変なことになりましたが、と、大きな声で言った。君読んでるんですかええ、毎朝読んでます。面白いですか面白いようですな どうも。どんなところが、どんなところがって、そう改めたまって聞かれちゃくなりますが、なんじゃありませんか、一体に、こう、現代的の不安が出ているようじゃありませんか。そうして、肉の匂いがしやしないか。しますな、大いに。大助は黙ってしまった。紅茶茶碗を持ったまま、書斎へ引き取って、椅子へ腰をかけて、坊然庭を眺めていると、コぶだらけのザクロのカレーだと、灰色の幹の寝方に、 暗黒と暗光を混ぜ合わしたような若い目が一面に吹き出している。大助の目には、それがパッと映じただけですぐ刺激を失ってしまった。大助の頭には、今、具体的な何者を求めていなかった。あたかも、古外の天気のように、それが静かにじっとど浦いていた。が、その底には、微塵のごとき本体の分からぬものが無数に押し合っていた。陥落の中で、いくら虫が動いても。 陥落が元の位置にある間は気がつかないと同じことで、大輔もこの微心にはほとんど自覚を有していなかった。ただ、それが生理的に反射してくるたびに、椅子の上で少しずつ身体の位置を変えなければならなかった。大輔は近頃、流行語のように人が使う現代的とか不安とかいう言葉をあまり口にしたことがない。それは自分が現代的であるのは言わずと知れていると考えたのと、もう一つは、 現代的であるが、ために、必ずしも、不安になる必要がないと、自分だけで信じていたからである。大介は、ロシア文学に出てくる不安を、天候の具合と、政治の圧迫で解釈していた。フランス文学に出てくる不安を、裕福感の多いためと見ていた。ダヌンチオによって代表されるイフトリ文学の不安を、無制限の堕落から、ベルジコケッソンの感と判断していた。だから、日本の文学者が、 好んで不安という側からのみ、社会を描き出すのを、薄来の動物のように見ました。立地的に物を疑う方の不安は、学校時代に、あったにはあったが、あるところまで進行して、ピタリと止まって、それから逆戻りをしてしまった。ちょうど天へ向かって、石を投げたようなものである。大輔は、今では、生じい石などを投げなければい,いかったと思っている。全坊山の、いわゆる大歌具厳泉などという教会は、大輔のまだ踏み込んだことのない道国であった。 大輔は、そう新卒請求に万事を疑うには、あまりに利口に生まれすぎた男であった。大輔は、門野ノの褒めた梅園を読んでいる。今日は、紅茶茶碗のそばに新聞を置いたなり、開けてみる気にならない。ダヌンチオの主人公は、みんな金に、不自由のない男だから、贅沢の結果、ああいういたずらをしても、無理とは思えないが、梅園の主人公に至っては、そんな余地のないほどに貧しい人である。それをかしこまで押していくには、 全くく情愛ののの力でででななっちゃできるはずのものでないところが、陽吉という人物にも、智子という女にも、誠の愛で、やむなく、社会の外に押し流されていく様子が見えない。彼らを動かす内面の力は、何であろうと考えると、大輔は不信である。ああいう境遇にいて、ああいうことを断行し得る主人公は、おそらく不安じゃあるまい。これを断行するに躊躇する自分、の方にこそ、むしろ、 不安の分子があって叱るべきはずだ。大輔は一人で考えるたびに自分は特殊人だと思う。けれども、陽吉の特殊人たるに至っては自分よりはるかに上手であると承認した。それでこの間までは好奇心に駆られて梅園を読んでいたが昨今になってあまりに自分と陽吉の間に見嘩があるように思われだしたので目を通さないことがよくある。大輔は椅子の上で時々身を動かした。 そうして、自分ではあくまで落ち着いていると思っていた。やがて、紅茶を飲んでしまって、例の通り、読書に取り掛かった。約2時間ばかりは、故障なく進行したが、あるページの中頃まで来て、急に休めて、頬杖をついた。そうして、そばにあった新聞を取って、梅園を読んだ。呼吸の合わないことは同じことである。それから、外の雑報を読んだ。大熊博が、高等商業の紛争に関して、 いいに騒動ししつつあるる生徒側の見方をしているそれがなかなか強い言葉で出ている。大介はこういう記事を読むと、これは大熊博が早稲田へ生徒を呼び寄せるための方便だと解釈する。大介は新聞を放り出した。馬よぎになってから、大介は自分が落ち着いていないということをようやく自覚しました。腹の中に小さなシワが無数にできて、そのシワが絶えず、相互の位置と形状とを変えて、 一面に揺るいているような気持ちがする。大輔は時々こういう情聴の支配を受けることがある。そうして、この種の経験を今日まで単なる生理上の現象としてのみ取り扱っておった。大輔は昨日、兄と一緒にうなぎを食ったのを少し後悔した。散歩が寺に、平岡のところへ行ってみようかと思い出したが、散歩が目的か、平岡が目的か、自分には半然たる区別がなかった。ば、まあささんに着物を出させて えようととしているところへ老井の聖太郎が来た帽子を手に持ったまま格好の良い丸い頭を大輔の前へ出して腰をかけたもう学校は引けたのかい早すぎるじゃないかちっとも早かないと言って笑いながら大輔の顔を見ている大輔は手を叩いてばあさんを呼んで「生太郎チョコレートを飲むかい」と聞いた飲む大輔はチョコレートを2杯命じておいて 聖太郎に長気出した。星太郎、お前はベースボールばかりやるもんだから、この頃手が大変大きくなったよ。頭より手の方が大きいよ。星太郎は、ニコニコして、右の手で、丸い頭をぐるぐる撫でた。実際、大きな手を持っている。おじさんは、昨日ご父さんからおごってもらったんですってね。ああ、ごちそうになったよ。おかげで、今日は、腹具合が悪くってふかない。また神経だ。 神経じゃない本当だよ。全卓兄さんのせいだだって、後藤さんはそう言ってましたよ。なんて。明日学校の帰りに、大介のところへ回って何かご馳走してもらえって。へえ、昨日のお礼にかい。ええ、今日は己が思ったから、明日は向こうの番だって。それで、わざわざやってきたのかい。ええ、兄の子だけあって、なかなか抜けないな。だから。 今、チョコレートを飲ましてやるから良いじゃないか。チョコレートなんぞ。飲まないかい。飲むことは飲むけれども。清太郎の注文をよく聞いてみると、相撲が始まったら、エコーイ院へ連れて行って、正面の斎場等のところで見物させろというのであった。大助は快く引き受けた。すると、清太郎は、嬉しそうな顔をして、突然、おじさんは、のらくらしているけれども、実際偉いんですってね、と言った。大助も、 これにはちょっと呆れた。仕方なしに、偉いのは知れきってるじゃないかと答えた。だって、僕は、作友初めて後藤さんから聞いたんですものという弁解があった。清太郎の言うところによると、作友兄が宅へ帰ってから、父と兄嫁と三人して、大介の合表をしたらしい。子供の言うことだから、よくわからないが、比較的頭がいいので、よく、断片的に、その時の言葉を覚えている。 父は、大介を、どうも見込みがなさそうだと評したのだそうだ。兄は、これに対して、ああ使っていても、あれでなかなか分かったところがある。当分放っておくがいい。放っておいても大丈夫だ。間はない。いずれ、そのうちに何かやるだろうと弁護したのだそうだ。すると、兄嫁がそれに賛成して、1週間ばかり、全戦車に見てもらったら、この人は、 きっと、人の上に立つにいないと判断したから大丈夫だと主張したのだそうだ。大助は、うん、それから、と言って、始終面白そうに聞いていたが、戦車のところへ来たら、本当におかしくなった。やがて着物を着替えて、清太郎を送りながら、表へ出て、自分は、平岡の家を訪ねた。平岡の家は、この十数年来の物価投棄につれて、中流社会が次第に切り詰められていくありさまを、住宅の上によく代表した。 最も粗悪な見苦しき構えであった。特に、大介にはそう見えた。門と玄関の間が一軒くらいしかない。勝手口もその通りである。そうして、裏にも、横にも、同じような窮屈な家が建てられていた。東京市の貧弱なる傍聴につけ込んで、最低度の資本家が、なけなしの元でを、2割9いたり3割の氷に、海藻とメロンで、あたじけなくこしらえ上げた、生存競争の記念であった。今日の 東京市、ことに、バスへの東京市には、至るところに、この市の家が散展している、のみならず、梅雨に入ったのみのごとく、日ごとに、格外の増加率をもって増えつつある。大介は、かつて、これを、廃房の発展と名付けた。そうして、これを、目下の日本を代表する最惜しみの象徴とした。彼らのあるものは、石油管の底を継ぎ合わせた、四角な鱗で覆われている。彼らの一つを借りて、 夜中に柱の荒れる音で目を覚まさない者は一人もない。彼らの戸には必ず節穴がある。彼らの襖は必ず狂いが出ると拒くっている。資本を頭の中へ注ぎ込んで、月々その頭から利息を取って生活しようという人間は、みんなこういうところを借りて立てこもっている。平岡もその一人であった。大介は垣根の前を通るとき、まずその屋根に目がついた。そうして どす黒い瓦の色が妙に彼の心を刺激した。大助にはこの光のない土の板がいくらでも水を吸い込むように思われた。玄関前にこの間引っ越しの時に解いたこの包みのわらくずがまだこぼれていた。座敷へ通ると平岡は机の前へ座って長い手紙を書きかけているところであった。道代は次の部屋でタンスの輪をカタカタ鳴らしていた。そばに大きな氷が開けてあって中から 綺麗な長襦袢の袖が半分でかかっていた。平岡が失敬だがちょっと待ってくれと言った間に、大助は氷と長襦袢と時々氷の中へ落ちる繊維手とを見ていた。襖は開けたまま立てきる様子もなかった。が、道代の顔は影になって見えなかった。やがて平岡は筆を机の上へ投げつけるようにして座を直した。なんだか込み入ったことを懸命に書いていたと見えて、 耳を赤くしていた。目も赤くしていた。同大。この間はいろいろ難言う。その後、ちょっと例に行こうと思って、まだ行かない。平岡の言葉は、言い訳と言わんより、むしろ、挑戦の調子を帯びているように聞こえた。新、衣ももも引きもつけずに、すぐ、あぐらをかいた。襟を正しく合わせないので、胸毛が少し出ている。まだ落ち着かないだろうと、大助が聞いた。落ち着くどころか。 この分じゃ生涯落ち着きそうもないと、忙しそうにタバコをふかし出した。大助は、平岡が、なぜ、こんな態度で自分に応接するか、よく心得ていた。決して自分に当たるのじゃない、つまり世間に当たるんである、否己に当たっているんだと思って、かえって気の毒になった。けれども、大助のような神経には、この調子がは、甚はだ不愉快に響いた。ただ腹が立たないだけである。卓の都合は、だ大。 間取りの具合はいさそうじゃないかうんまあ悪くっても仕方がない気に入った家へ入ろうと思えば株でもやるより外にしようがなかろうこの頃東京にできる立派な家はみんな株屋がこしらえるんだって言うじゃないかそうかもしれないその代わりああいう立派な家が一軒建つとその陰にどのくらいだくさんな家が潰れているかしれやしないだからなおすみ良いだろう平岡はこう言って大いに笑った そのところへ道代が出てきた。先だってはと、軽く、大助に挨拶をして、手に持った赤いフランネルのくるくると巻いたのを、座るとともに、前へ置いて、大助に見せた。なんですか、それは、赤ん坊の着物なの。こしらえたまま、つい、まだ、溶かずにあったのを、今、氷の底を見たらあったから、出してきたんですと、言いながら、不ひもを解いて、筒袖を左右に開いた。こら、まだ、 そんなものをしまっといたのか。早く壊して、雑巾にでもしてしまえ。道代は、子どもの着物を、膝の上に乗せたまま、返事もせず、しばらくふむいて眺めていたが、あなたのと同じにこしらえたのよ、と言って、夫の方を見た。これか。平岡は、かすりの合わせの下へ、ネルを重ねて、素肌に着ていた。これはもう不感暑くてダメだ。大助は初めて、昔の平岡を当面に見た。 合わせの下にメルを重ねちゃもう暑い。呪文にするといい。うん、面倒だから着ているが。洗濯をするからお脱ぎなさいと言っても、なかなか脱がないのよ。いや、もう脱ぐ、己も、少々嫌になった。話は、死んだ子供のことをとうとう離れてしまった。そうして、来た時よりは、幾分か空気に、段味ができた。平岡は、久しぶりに、いっぱい飲もうと言い出した。 道をも支度をするから、ゆるりしていってくれと頼むように止めて、次の前立った。大助は、その後、姿を見て、どうかして金をこしらえてやりたいと思った。君なんところか方向口の見当はついたか、と聞いた。うん、まあ、あるようなないようなもんだ。なければ当分遊ぶだけのことだ。ゆっくり探しているうちには、どうかなるだろう。言うことは落ち着いているが、大助が聞くとかえって焦って探しているようにしか取れない。 大輔は昨日兄と自分の間に起こった問答の結果を平岡に知らせようと思っていたのだがこの一言を聞いてしばらく見合わせることにしたなんだか構えている向こうの対面をわざとこちらから既存するような気がしたからであるその植金のことについては平岡からはまだ一言の相談も受けたこともないだから標高挨拶をする必要もないのであるただこうして黙っていれば平岡からは内心で 冷淡なやつだと悪く思われるるっているけれども今の大輔はそういう非難に対してほとんど無感覚であるまた実際自分はそう熱烈な人間じゃないと考えている34年前の自分になって今の自分を批判してみれば自分は堕落しているかもしれないけれども今の自分から34年前の自分を解雇してみると確かに自己の動念を誇張して得意に使い回していた メッキを金に通用させようとする切ない工面より、真中を真中で通して、真中相当の部別を我慢する方が楽である。と今は考えている。大輔が真中を持って甘んずるようになったのは、不意に大きな狂乱に巻き込まれて、驚きおきのあまり、心機一転の結果をきたしたというような、小説じみた歴史をあっているためではない。まったくあれ自身に特有な施策と観察の力によって、次第に、と金を自分で剥がしてきたにすぎない。 大輔はこのメッキの大半をもって、親父が夏すつりつけたものと信じている。その自分は、親父が金に見えた。多くの先輩が金に見えた。相当の教育を受けた者は、皆金に見えた。だから、自分のと金がつらかった。早く金になりたいと焦ってみた。ところが、他の者の地金へ、自分の眼光が直にぶつかるようになって、以後は、それが、急にバカな尽力のように思われだした。 大は、同時にこう考えた。自分が34年の間にこれまで変化したんだから同じ34年の間に平岡も彼自身の経験の範囲内でだいぶ変化しているだろう昔の自分ならなるべく平岡によく思われたい心からこんな場合には兄と喧嘩をしても父と口論をしても平岡のために測ったろうまたその測った通りを平岡のところへ来てことごとしく不意調したろうがそれを予期するのは やっぱり昔の平岡で、今の彼は、さほどに、友達を重くは見ていまい。それで、肝心の話は一二言でやめて、あとは、いろいろな雑談に、時を過ごすうちに酒が出た。道代が、とっくりの尻を持って、お酌をした。平岡は、酔うに従って、だんだん口が多くなってきた。この男はいくら酔っても、なかなか平勢を離れないことがある。かと思うと、大変にもと気づいて、調子に。 一種の閲落を帯びてくるそうなると普通の司会場によく弁ずる上に時としては比較的真面目な問題を持ち出して相手と議論を上下して楽しげに見える大輔はその昔しビールの瓶を互いの間にひょうべてよく平岡と戦ったことを覚えている大輔にとって不思議とも思われるのは平岡がこういう状態に陥った時が一番平岡と議論がしやすいという自覚であったまた酒を飲んで本音を吐こうか 平岡の方からよく言ったものだ。今日の二人の教会は、その自分とは、だいぶ離れてきた。そうして、その離れて、近づく道を、見出し悪い事実を、双方、共に腹の内で心得ている。東京へ着いた翌日、三年ぶりで開校した二人は、その時すでに、二人、共に、いつか、互いのそばを立ち退いていたことを発見した。ところが今日は妙である。酒に親しめば親しむほど、平岡が、 昔の調子を出してきた。うまい局所へ酒が回って、国家の経済や、目前の生活や、また、それに伴う苦痛やら、不平やら、心の底の騒がしさやらを、全然臨悲してしまったように見える。平岡の談話は、一躍して高い平面に飛び上がった。僕は失敗したさ。けれども、失敗してもどうらいている。またこれからもどうらくつもりだ。君は、僕の失敗したのを見て笑っている。 笑わないたって、要するに笑ってると同じことに帰着するんだから構わない。いいか、君は笑っている。笑っているが、その君は、何もためないじゃないか。君は、世の中を、言うのままで受け取る男だ。言葉を変えて言うと、意思を発展させることのできない男だろう。意思がないというのは嘘だ。人間だもの。その証拠には、始終物足りないにいない。僕は、 僕の意思を現実社会に働きかけて、その現実社会が、僕の意思のために、幾分でも、僕の思い通りになったという確証を握らなくっちゃ、生きていられないね。そこに僕というものの、存在の価値を認めるんだ。君はただ考えている。考えてるだけだから、頭の中の世界と、頭の外の世界を別々に混流して生きている。この大不調はおしのんでいるところが、すでに無形の大失敗じゃないか。なぜと言ってみたまえ。 僕のは、その不調はお外へ出したまでで、君のは、うちに押し込んでおくだけの話だから、外面に押しかけただけ、僕の方が、本当の失敗の度は少ないかもしれない。でも、僕は君に笑われている。そうして、僕は、君を笑うことができない。いや、笑いたいんだが、世間から見ると、笑っちゃふかないんだろう。何笑っても構わない。君が、僕を笑う前に、僕は、すでに自分を笑っているんだから。 そりゃ嘘だねえ道代道代は、宣告から黙って座っていたが、夫から、不意に相談を受けたとき、にこりと笑って、大輔を見た。本当でしょう、道代さんと言いながら、大輔は、杯を出して、酒を受けた。そりゃ嘘だ。俺の細君が、いくら弁護したって、嘘だ。もっとも、君は、人を笑っても、自分を笑っても、両方とも頭の中でやる人だから。 嘘か本当か、その辺はしかとわからないが、冗談言っちゃ不可ない。冗談じゃない。全く本気の沙汰であります。そりゃ、昔の君はそうじゃなかった。昔の君はそうじゃなかったが、今の君はだいぶ違ってるよ。名、ね、三千代。長井は、誰が見たって、大得意じゃないか。なんだか戦国から、そばでしがってると、あなたの方が、よっぽどお得意のようよ。平岡は、 大きな声を出して、はははと笑った。道ちは、監督に思って、次の前立った。平岡は、禅の上の魚を、二口三口、箸でつっついて、下を向いたまま、むしゃむしゃ言わしていたが、やがて、どろんとした目をあげて、言った。今日は、久しぶりに良い心持ちに酔った。なあくん、くんは、あんまり良い心持ちにならないね。どうも怪しからん。僕が、 昔の平岡常次郎になってるのに、君が昔の長い大輔にならないのは怪しからん。ぜひ成りたまえ。そうして大いに使ってくれたまえ。僕もこれからやる。から君も使ってくれたまえ。大輔はこの言葉のうちに今の事故を昔に返そうとする、新卒な、また無邪気な一種の努力を認めた。そうして、それに動かされた。けれども一方ではおととい 食ったたパンを今返せとねだられるような気がした君は酒を飲むと言葉だけ酔っ払っても頭は大抵確かな男だから僕も言うがねそれだそれでこそ長いくんだ大助は急に言うのが嫌になった君頭は確かいと聞いた楽だとも君さえ楽ならこちらはいつでも楽だと言ってちゃんと大助の顔を見た実際自分の言う通りの男である そこで大輔が言った「君はさっきからどうらかないどうらかない」と言ってだいぶ僕を攻撃したが僕は黙っていた攻撃される通り僕はどうらかないつもりだから黙っていたなぜ働かないなぜ働かないってそりゃ僕が悪いんじゃないつまり世の中が悪いのだもっと大げさに言うと日本大西洋の関係が駄目だから働かないのだ第1日本ほど 借金をこしらえられて、貧乏狂いをしている国はあやしない。この借金が、君、何時になったら返せると思うか。そりゃ外債くらいは返せるだろう。けれども、そればかりが借金じゃあやしない。日本は西洋から借金でもしなければ、到底立ち行かない国だ。それでいて、一等国をもって任じている。そうして、無理にも、一等国の仲間入りをしようとする。だから、あらゆる方面に向かって、 奥行きをを削っって、等国だけのなまった生じい晴れるから、なお悲惨なものだ。牛と競争をするカエルと同じことでもう、君、腹が裂けるよ。その影響は、みんな、我々個人の上に反射しているから見たまえ。こう、西洋の圧迫を受けている国民は、頭に余裕がないから、ろくな仕事はできない。ことごとく切り詰めた教育で、そうして目の曲がるほどこき使われるから、揃って神経衰弱になっちまう。 話をしてみたまえ、大抵はバカだから。自分のことと、自分の今日の、ただいまのことより外に、何も考えてやしない。考えられないほど疲労しているんだから仕方がない。精神の困憊と、身体の衰弱とは、不幸にして伴っている。のみならず、道徳の敗退も一緒に来ている。日本国十何種を見渡したって、輝いてる断面は、ちょっと四方もないじゃないか。ことごとく暗黒だ。その間に立って、 僕一人が何と言ったって何をためたってしようがないさ僕は元来怠け者だいや君と一緒に往来している自分から怠け者だあの時は強いて景気をつけていたから君には優位多忙のように見えたんだろうそりゃ今だって日本の社会が精神的特技的身体的に大体の上によって健全なら僕は依然として優位多忙なのさ そうなればやるることはいくららでもあるからね。そうして僕の怠惰性に打ち勝つだけの刺激もまたいくらでもできてくるだろうと思うしかしこれじゃダメだ今のようなら僕はむしろ自分だけになっているそうして君のいわゆる U のままの世界を U のままで受け取ってその中僕に最も適したものに接触を保って満足する進んで外の人をこちらの考え通りにするなんて到底できた話じゃありゃしないもの 大介はちょっと息を継いだ。そうして、ちょっと窮屈そうに控えている道代よのほうを見て、お世辞を使った。道代よさん、どうです私のこは。ずいぶん呑気きで無でいいでしょう。賛成しませんかなんだか遠征のような、呑気きのような妙なのね。私よくわからないわ。けれども、少しごまかしていらっしゃるようよ。へえ、どこんところを。どこんところって。 ねえあなたと、道代は夫を見た。平岡は股の上へ肘を乗せて、肘の上へ顎を乗せて黙っていたが、何にも言わずに、杯を大輔の前に出した。大輔も黙って受けた。道代はまた尺をした。大輔は杯へ唇をつけながら、これから先はもう言う必要がないと感じた。元来が平岡を自分のように考え直させるための弁論でもなし、また、 平岡から意見されに来た訪問でもない。二人はいつまでたっても、二人として離れていなければならない運命をあっているんだと、初めから心づけているから、議論は、値加減に引き上げて、道代の仲間入りのできるような、普通の社交上の台目に談話を持ってこようと試みた。けれども、平岡は、酔うとしつこくなる男であった。胸毛の奥まで赤くなった胸を突き出して、こう言った。そいつは面白い。大いに面白い。 僕見たように局部に当たって、現実とアルツしているものは、そんなことを考える余地がない。日本が、貧弱だって、弱虫だって、どうらいてるうちは、忘れているからね。世の中が堕落したって、世の中の堕落に気がつかないで、その中に活動するんだからね。君のような暇人から見れば、日本の貧乏や、僕らの堕落が気になるかもしれないが、それは、この社会に、用のない傍観者にして初めて、口にすべきことだ。つまり、 自分の顔を鏡で見る余裕があるから、そうなるんだ。忙しいときは、自分の顔のことなんか、誰だって忘れているじゃないか。平岡は、饒舌ってるうち、自然と、この比喩にぶつかって、大いなる味方を得たような心持ちがしたので、そのところで、得意に一段落をつけた。大助は、仕方なしに薄笑いをした。すると、平岡は、すぐ後をふくわえた。君は、金に不自由しないからふかない。 生活にに困らないから道楽ににならななないいか楽んだ要するに坊ちゃんだから、品の良いようなことばっかり言っていて。大助は、少々平岡が子に苦らしくなったので、突然、中途で相手をさえぎ,ぎった。道楽のもいいが、道楽なら、生活以上の道でなくっちゃ名誉にならない。あらゆる神聖な労力は、みんなパンを離れている。平岡は、不思議に不愉快な目をして、大助の顔をうかがった。そうして なぜと聞いたなぜって生活のための労力は労力のための労力でないものそんな論理学の命題見たようなものはわからないなもう少し実際的の人間に通じるような言葉で言ってくれつまり食うための職業は誠実に出来悪いという意味さ僕の考えとはまるで反対だね食うためだから猛烈にどう楽着になるんだろう猛烈にはどうらけるかもしれないが誠実には働き悪いよ 食うための働きというと、いつまり食うのと、道楽のとどなたが目的だと思う。無論食う方さ。それ見たまえ、食う方が目的で道楽方が方便なら、食いやすいように働き方を合わせていくのが当然だろう。そうすりゃ、何を道らいたって、またどう道どうらいたって、構わない、ただパンが得られればよいということに帰着してしまうじゃないか。労力の内容も方向も、ないし、順序も、ことごとくほかから整皮される以上は、 その労力は、堕落の労力だ。まだ理論的だね、どうも。それで一向差し支えないじゃないか。では、ごく上品な例で説明してやろう。古臭い話だが、ある本で、こんなことを読んだ覚えがある。織田信長がある有名な料理人を抱えたところが、初めて、その料理人のこしらえたものを食ってみると、すこぶるまずかったんで、大変小言を言ったそうだ。料理人の方では、最上の料理を食わして、叱られたものだから。 その次からは、二流もしくは三流の料理を主人にあてがって、始終褒められたそうだ。この料理人を見たまえ、生活のためにどう、落語とは、抜け目のない男だろうが、自分の儀がえたる料理そのもののために、どう楽天から言えば、すこぶる不誠実じゃないか、堕落料理人じゃないか。だって、そうしなければ解雇されるんだから、仕方があるまい。だからさ、異色に不自由のない人が、いわば、物数期にやる働きでなくっちゃ。 真面目なな仕事はできるものじゃないんだよそうすると、君のような身分のものでなくっちゃ、神聖の労力はできないわけだ。じゃ、ますますやる義務がある。なあ、道よ。本当ですわなんだか、話が、元へ戻っちまった。これだから、議論は吹かないよ、と言って、大介は頭をかいた。議論はそれで、とうとうご姉妹になった。